い、木曜日の20時になりました。今週もロフトラジオの時間です。もう皆さんこんばんは。ね、ゆうさんどうもどうも。ね、おかげさまでロフトラジオも今日で48回ですか、ゆうさん。え、そうですか。ねえ、48。アイコはちゃんとうちのチーフがね、ちゃんと、はい、本当にもう、じゃあもう50回間もなくですね。ね、1年ついに大体やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。全部ちゃんとやってたら60回か。60回ぐらい、うん、いやーね、いつ終わるかと思いきや、うん、もう3ヶ月でいいとこ3ヶ月持つかなぐらいの話だったんですよ ね。これがちゃんと1年間いろんな人来ましたね。来ましたね。本当にどうですか、ゆうさん、いろいろこうゲストで思い出深いだからね、この1年間、むちゃくちゃ本を読みましたね。まず最低限今日出る人の本は1冊や2冊読まなきゃいけないし、今日もね、ここにぴっちりとね、いやいや、もうあの書き込みのある本が、あとはもうウィキペディアを調べて、それから、質問事項、キーワードを探してという、ということはね、4、5時間は最低ね、このラジオのために、勉強してるというね。その70です私はね、はい、そのいろいろ調べる間に隣の奥さんっていうのを無料動画で調べるみたいな。隣の奥さんはすごいで、ね、隣の奥さんで Google で無料映像って引いてごらん。今ねもうえげつないのが出てきますよ。始まる前に永遠その話してましたよ、ね、今日はね、あの社内会には永井さんですからね永井さんっていうのはもうエロビデオをうちのね店員にも配りまくって それでなんかみんなから評価を得てるっていう、それだけの人で、もうロフト社内、ロフト社内会議ですらないですよ、もうこの枠はすでに。でもみんなも来るの嫌だって言うんだ、ここでいじめられるから。だから店員が来ると、店員とかアルバイトが来るとさ、みんないいようにいつもいじめられてるもんだから、この連中はよ。いじめてないですよ。だからね、僕らいじめてるんですか。ゆうさんが大体吊るし上げに。あれは何もいじめてないですよ。本当にこれと気どまかりいじめるから、まあお前まだって、まあまだだよお前は、まあただのお前常連のくせに偉そうな顔ただの常連がロフトラジオ出ちゃうわけですからこれね。はい、じゃあ、まあでもめっきり寒くなりましたけど、どうですかゆうさん最近は。最近ね、またね、海冬の海って結構好きでね。冬の海、海、先週はだから三浦海岸行って、うん、その前は、その前の週はもう行ってんですよ、うん、別にフェイスブックなんか載っけなかったけど、あの真鶴に。あ、真鶴、あそこより今ずっと朝のね、やっぱりその代わり10時前には出発しないと、うん、帰るの夜の10時頃になっちゃうから、うん、頑張ってるんですよ。でも夏場よく茅ヶ崎とかね、うん、海お好きですよね。だから夏のね、夏の混雑した海は嫌いだけど、うん、終わりの海が好きな、縁の終わった後という感じの、なんかしらけてんだよね。それまではもういつも若いやつがもうなんか踊ったりクソしたりなんかするわけでしょクソはするなんすかそれさすが文豪、冬の海、冬の海いいんだよね。海見てればもう文句ないという。そんで今ねだからいい本がいっぱいあるんですよ。そのね、東京日帰りウォークとかさ、そういう本を、そんでそういう本の通りに行くと、行ってもほとんど人と会わない。会わない、いないんだね。だから こんな結構売れてる本なんだけども、俺あれを散々も言ったけど、あんまりね人と会わないですね。平日だから、ね、いや俺は大体平日は俺仕事やってるの最低限、はい、お仕事ね、はい、ちゃんと今日もね、はい、言論の不自由、ね、言論の不自由鈴木さんの本がたくさんと、愛国党、ね、愛国党米国とか、まあ、今日もまたすごい回になりそうですね。今日はね潮目高いですからね鈴木さんに俺ちゃんと話してねえんだよ鈴木さん来てって言っただけで、潮目高いが来るって言ってねえんだよ。どうなんですか、最近鈴木さん潮目高いに冷たいからね。そうですね、ここ数年冷たいですね。冷たいんだよそう、鈴木邦夫が潮見高屋なぜ冷たいかっていうのをここはっきりさせないと。なるほど。もう潮見高屋の思想にもう呆れ返っちゃってんじゃないか鈴木さんまあそんな今日は第2部がね、はいはいはい、盛り上がりそうな予感の前でございますが、はいはい、第1部は、ロフト社内会議ということで、はい、社内でもないと社内ですらない方が今週も、永井さんでございます。どうもこんばんは。昼人ぞ知るロフトファンならね、誰しもロフトファン、もしくはユーさんファンで、ね、あとね、あの CRT ってあるじゃないですか、萩原健太さんと野地裕子さんがやってる、あの、はい、ここ毎月やってる、もうそこではもう超有名 有名なもういつも、ね、永井さんがあの海賊版をコピーしてある某ミュージックビデオをこう、うん、プレゼントするんですよ。なるほどなるほど。それがね最後じゃんけん大会あるんですけど、まあ、長いしょーっつってみんなでわー欲しいじゃあ
もうお客さんでありながらも、ね、そうそうほぼ出演者の一人みたいな。まあそう言ってもらうとあれですけど、ね、でもあんまり大したことできてないですね。だからこの人洋楽とねスケベのビデオがあ裏ビデオ洋楽とスケベ歌舞伎町の裏ビデオのね、俺この人何遍ねあの歌舞伎町の裏ビデオ案内屋に案内されて、ここがいいんですよとか、ここが要するにあの、なんだというねことでよく行きましたね、この人に連れられて。それで番組前であの隣の奥さんとかいろいろ検索話をずっとしてたすぐもう話が通いちゃうという。でも永井さんもね、そういやもうそういうこと紹介としてそういう紹介でいいんでしょうか。いいんでしょうか。いやもう一つは通称パーマ屋とみんなから呼ばれてる。通称パーマ屋。所沢のパーマ屋ですか。そうですね。で夜な夜なね、毎晩ね奥さん髪が綺麗ですね見せて触り放題触って、ほんで5000円ぐらい取っちゃうんだよ。こんないい商売ねえだろうが。僕もロフトに入りたての頃によくおじさんの上の BBS で永井さんが出てきて所沢のパーマ屋っていう通称で見て何者なんだろうと、はい、ずっと不思議だったんですよね。ねえ、お客さんなんですね元はね。そうですね。ね、今もそうです。今もそうです、ね。はい、今もそうなんです。ずっと客ですよ。ずっとお客さんなのになんでこうもう U さん周りで有名人なんでしょうね。ねえ、 U さんのエロ関係の話を聞くたびに、はい、それっぽいビデオを集めまくって渡したりとか。もうお前さんのもうビデオは飽きたんだ。すいません。最近何歌舞伎町の裏ビデオやってもう行ってないですね。行ってないな、面白くねえもんな。なんかね、もうだってネットで今100円以下で買える時代ですからね。あ、そうですか、はい、もう でもそういうのあります。お前さんからもらって一番感動したのが女子高生身体検査というこれあのね、女子校 の要するに更衣室にこういった身体検査場にカメラ置きっぱなしして、ほんでそれを見るんですね。その最後はこれやらすだって分かるんで、ね、はい、だからあのみんな、うん、初めはね更衣室でおっと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 バカだね、男ってほんと男ってバカだ、バカですね。適当に胸がみんな大きいんですよ。そう、おかしいな、ね、あの大小様々ないんですよ、みんな大きいんですよ。チャパエだっていたっていいだろうと、はい、高校生なんだから、はい、それはみんないい女だな、結構な、結構そうですよねゆうさん女子高生興味ないんじゃないですか。いやでもやっぱり女子高生身体検査さついついさ見ちゃうじゃないですか。見ない、お前見ない、お前見ないですね、見ないですね。身体検査だよ。いや僕まだ熟女の方がいいですね。身体検査だよお前。身体検査ね、ほんとね、身体検査じゃあゆうさんもう、いや100枚どころじゃ聞かないぐらいもらったってことですね、永井さんから。そうですね。いや俺もほらちゃんと長いだってさ、そんなお金持ってるわけじゃない、だって彼だって買うんだから、ちゃんと俺はねお金出すんですよ。あ、うん、ね、1万円ぐらい出すとね、50万円ぐらい、はい、50万円ぐらい、50万円ぐらいでももうやっぱ歌舞伎町はもうちょっと壊滅的な感じなんですかね、ああいう商売的に。いやでも今だから声かけられ、俺なんかみたいな年代は大体あの辺歩いてると声かけられますね、ビデオ屋さんに。で最近買ってないですか。買ってないですね。なんで買わないの、つまんない。いや、わかんないけど、あの多分ネットで買った方が安いっていうのが圧倒的にあれですよね、うんうん、まあね。いや、ネットで買うっていうのはどうやってか、俺買ったことないんだけど、ネットで何、ね、エロビデオが欲しいって、なんか、裏 DVD で検索すると、裏 DVD でいいんですか、はい、あのショップがたくさん出てきます。読者の皆さん、裏 DVD、Google で裏 DVD 買いますですか。裏 DVD だけでいいの。だけで検索すると結構売ります買いますってのが出てくるわけ。あ、売ります買いますじゃなくて、もうとにかくあの、うん、売ってる店がたくさんずらっと出てきますから、で大体1枚100円200円。あはは。でもあの100円でもちゃんと送ってきますからね。それでももろ出し。はい、もう完全モザイクが入ったの見たことないです。ああ、そうですか。そう、100円でモザイクなしが見れる、はい、素晴らしい時代でも、まあたまにこうやっぱり未だにこう見せしめで捕まるとかね。あ、はいはい、そうですね、ありますよね、やってますね。売ってる方でもなんか前結構弟くんが結局こういう話になっちゃうと思ったから今日これからね国家の話をしようとしてる時に何なんだこれは。いや、大切なのは国家のバランスがロフトラジオ大事です。国家存続の話をするのにもうエロビデオの話をしてますね。下は大事な話ですからね。でこの人ですよ、うんうん、かの有名な、かの有名あの高須元人にあのマイクを投げられて負傷したという。投げられたのが永井さん。そう、はい、またこの人が酔っ払って酒飲みながらね、要するにね、あの、高須、あのね、ヤクザの高須をね、せせら笑うんですよ。あれ俺だって怒るよ。
いやあれ冷静に考えると、いや、うちはね、客とね、そのステージはトークあるでバトルあるでさ、はい、もう誹謗中傷もあれなんだから、何言ったっていいけど、物投げちゃダメだよな。そのね、またマイクのスタンドが重いんですよ。あのスタンドが思い切ってね、2発ね、もろ顔にぶつかって避けられなかったの、アホだからこいつ。両方になんかそのマイクともう一つあのグラス持ってるわけだろ、避けられない。かわいい。直撃ですか。直撃でしたね。ほんで血だらけになっちゃって、あら大変だったですよ。そうそう、もう一人いたんですよね。もう一人隣にいた人も、うん、足に刺さって、その人も一緒に隣にいたんだ。いや、だから記憶にいないんだけど、だからそれをとっさに そっちに避けられないと思って、それであのイメージでしゃがんだら後ろからバウンドして当たるんじゃないか変なこと考えたんですよ。え、じゃあ永井さんも もう即病院行きだったんですか、その時は。そうですね。あ、すごいな。三浦さんと、あと三浦、いや和義がいたんだ、あの自殺しちゃった、あのロス疑惑、はい、そうだ、ロス疑惑のね、人間にね、助けられちゃったのもすごいよな。三浦さんが止めたんですよ。高橋さん、俺の前でこれ以上やったら俺は怒るよ。そうそう、すごい怖いんだよ、もうほら、ヤクザじゃないですか。ヤクザですよ、ほとんど。怖い。俺はもうあの人もロスで3人ぐらい殺してますからね。やっぱね、人殺した人って怖いですね。怖いですね。凄みがあるんですよ。凄みがあるんですよ。やっぱりね、違うんだよ。高須さんはやっぱ殺したことないから、シュンってなっちゃうんだよね。シュンとなっちゃって可愛いね。高須は単なるね、酔っぱ、あいつもね、やっぱりうちはステージで飲ませるから面白いんであって、酔っぱ、あいつも酔っ払ったんですよ。で、酔っ払ったから逆上しちゃうんだな。この人の挑発に、あの、永井さんの挑発に。いやー、面白いですね、永井さんもね。ただもんじゃないですね、やっぱり。で、それでその結末は、うん、もうしょうがない、ロフトの顧問弁護士を立てて、うん、高須から100万取ったという。うわっ。さすがですね。取りますよ。皆さんもっと取れってね、最初ね。まだ1000万くらい取るんじゃないか。毎日のあの刑事犯かなんかね。もともと永井さんもプラスワンができた当初からお客さんで通われてたんですか。そうですね、なんか調べてみたら1年後ぐらい、うんうんうん、最初に来たイベントは、いや、でもそれが明確には覚えてなくて、ブラッと来て、多分鬼畜ナイトかなんかの本を見て、場所が裏に載ってて、それでこう、何でしたっけ、あの公園前っていうか、あのあれか、あのそれで歩いて、で地図乗ってその通りに行って、それで多分寄ってるんですよね。ただそれを何だか覚えてなくて、最初にね、僕永井さんを認識したのは、あの当時さ、右翼の石井一正さんっていうのがイベントやってたんで、その時によくいらっしゃったような、そうですね、ここで結構初、なんか言いたいこと言ってましたよね、石井さんにこう質問。そんなこと言ってましたっけ、永井さんが。しのぎは何ですかとか。怖いですね。すごい怖いこと。そんな恐ろしいこと。もうその頃からそういう片鱗があったんですよ。いや、それは永井から聞いたの、あの住吉会の、要するに組長、はいはい、だからヤクザのね、現役ヤクザがロフトのステージに乗ったんだよ、はい、2人も、はい、すごいですね。まあ今だったらね、防犯条例で一発だろうですけど、実はでしょうね。ほんで要するに客からいろんな質問するんですよ。しのぎをどうしてんですか、それを聞くかねってヤクザが言うんですよ。うちはもうね、どんな質問でもあれなんだから答えてくださいって俺は隣で言うわけ。いろいろあるよなとか。で、永井さんが切り込むと。切り込む。いや、でもその周りがすごかったですよ、あの頃は。ね、お客が、お客さんもエロでもすごいし、なんとにね、やりたい放題で。やりたい放題。無政府状態ですからね。今はね、もうちゃんともう市民権も得たし。じゃあやっぱりそういう当時のアナーキーな頃のロフトプラスワンを知ってる永井さんからすると、最近はプラスワンはちょっとおとなしいんじゃないかっていう感じですか。あ、でもそうですね、あんまりこうこれといって燃えるようなってのはやっぱ減ってきて、うん、ねえ、どうなったら持っていいのかよくわかんないですけど、うん、でもこっちの方が客入ってんだよ。だって俺来たいもん。飲みもいいんだよ、よくお酒飲むし食べてくれるし、ねえ、今のがね、俺だって全くロフトのスケジュール見てて行く気しないもんね。でもいいんだよ今の。そうすると俺は文句言えない。おいおい、社会問題が全然ねえじゃないかとか、政治問題少しやれよとか、皆さんまた一緒に遊びましょうよ。もう俺年だから、おめえだったら年だろ。永井さんもでもね、その CRT でね、うん、この DVD のじゃんけんやってるのがすごく楽しそうだから、はい、はい、それでいいと思いますよ。今のスタンスね。そうそうそう、そうか、今じゃずっと定期で
行かれてるのは CRT オンリーですか今。まあ毎月来てるのは そうですね毎月来てるのはそうですね。だこの人はまたすごい洋楽に詳しいんですよ、ね、それもコアな洋楽に、ね、そうそうね、エロだけじゃないんだから。俺もエロだけのただのスケベジジイでさでパン前でさ女の髪の毛触ってさ思わずおっぱいのかすってあすいませんなんてそういうことやってるやつそんなこと言ってるんですかさん俺そんなことやってないですね。夜の作業はどんなことしてるんですかって聞いてんだきっと、まあ、セクハラだ長井さん一番好きなあの海外のロックバンドってどの辺なんですか。いやでも僕はあのビッグコンサートがもともとは好きで、ウッドストック映画で見て、はい、あれですけどあれの会場にいたかったなあたりからロッカー、なるほど、ね、筋はロックです。そんな、まあでもね、DVD もちゃんとね、うん、こうねすごい選んでね、うん、持ってきてるんですよ。で例えばジェームス・テイラー・ナイトだったらこれだろうとか言って、それを健太さんがおーこれできたかとか言って、そうそう、なかなかねすごいなって毎月それよくやりますよね。健太さんにも認められてると、そうそうそう、で健太さんにも、うん、もう俺欲しいなこれみたいな。あでもそう言ってもらうのが一番嬉しいですね。そうそうそう、CRT なんか行ったこともないんだけど、そういうことなんだ。来てくださいよ、ちょっと待ってください。そういうイベントでお客のあり方っていうのはそうやってやれるんだ、そうそうそう、いいね。そうそう、あのイベントは本当によくプラスワンの趣旨をね、あの理解されてるんで、こうみんなでお客さんと一緒に盛り上がろうぜっていうね、そういうイベントですよね。アットホームだし、うん、いいイベントですよね。また今のあのネイキッドの雰囲気もいいですよね、とってもね。はい、メグちゃんもね、頑張ってこう。そうなんですよ。じゃあその、海賊版のブートのビデオは未だにこう、日新宿とかから。あ、でも今はそれも通販ですね。あへぇ、なんでもネットなんでも通販ね。あとディスクユニオンで結構売ってたりするのが意外と安かったり、へぇ、今1000円しないで結構買えたりするから DVD お得ですよね。へぇ、そうです、昔に比べて安いし画質も綺麗になりましたよね。かえって CD の方が高いぐらいで、うん、CD のコレクター大変だと思いますよね、うんうん。ユウさんほとんどブート版とか多分ね、関心が。俺は YouTube だけで間に合わせてるから、俺のレコード、レコードの倉庫だもん、YouTube でさ、トメマサト聞きたいぞ、トメマサトってほとんど出てくるからね、ね、映像で出てくるし、音も悪くないし、もう俺のもう倉庫みたいなもんですよ、YouTube は。俺の倉庫。YouTube は俺の倉庫だ。いや、名言が出ましたよ。久々に平ノイズム溢れる。Google じゃなかったんだって。イラの言うのものだったっていうね。いや、ビッグですね、やっぱりね。Google が買収したわけじゃなかったって。だから、レコードとかビデオはほとんど増えないけど、やっぱり本は増えちゃって、増えちゃって、ほんでいらないもんどんどん捨ててんだけども、もう本棚は全部二重でやって、それでももうダメだね。もうやっぱ本がいいですね。ゆうさんでもパソコンすごい詳しいのに本を買いますね。好きだもん、俺も。電子書籍はあんまり興味ないですね。ないですね。そうですね。だからそれも結構不思議。あでもそういう人多いですよ、本はやっぱりこう本じゃないと嫌だっていうね、あのね、そうだね、しょっちゅう出し入れできるっていうのは嬉しいし、あやっぱりなんかふっと詰まった時にこう本棚を見て、あこれっていうさ本をふっと出して、だから、作家中に並んでなんかするわけだから、ふっといってそれでなんかアイデアをもらうっていうのはしょっちゅうだから、だから本は絶対俺にとっては並んでなきゃダメ。で、なんかあっとスッと取り出すというね、タイトルだけ見て。さすが文豪ね、好きだもんね、本はね。まあ、今日のね、出る鈴木さんなんか一日一冊本読むっていうかね、ねえ、すごい。どこに、ね、ね、どこにそんな暇があってんでしょうかね。だって宮増の宮増はもうほとんどもう床抜けそうみたいなんだからもう6畳一間ですからね、まあ、木造モルタルですからね。どこに本しまってんですかね。今日はね、そうだ今そう、あの控え室がとんでもない人がもうたくさん来ちゃってね、ね、うちの社員誰もいませんけどですね今事務所に誰も誰もいないのにアジトになってますよ、セクトのなんかよくわかんない。そうですよ。そう、永井さんはやっぱバンとかそういう形で持っていたいっていうふうに思われる方ですか。僕も持ってたいですね、だからビデオもそうだし、レーザーディスクもそうだし、レーザーディスクだもともとレーザーディスクだったんですよ。それで多分、でもレーザーディスクの方は多分100枚ぐらいかな、すごい。だってもうね、貴重なやつとかあるでしょ。まあ、ど田舎のやっぱパンマイ風情がレーザーディスクなんて言われると思わなかった今時知らない人いるんじゃないかな、レーザーディスク、逆に若い人は。でもレーザーディスクにはなったけど、そこからソフトになってないとかもありますもんね。そうですね、何枚かありますね、やっぱり、ね、そう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 。あとね、ジャケットがほら、レコードと同じサイズだから、うん、あれ持ってるといいんですよね、レーザーディスクって。そうですね、コレクションとしてはね。そうそうそう、
中井さん、でもその置き場所とかはどうされてるんですか？あ、でも適当に押し込んで、適当に押し込んで。それだってほら、神さんにバレたって子供にバレたっておかしくないじゃないですか。ね、エロビデオはやばいけど。そうだから音楽ものはいいけど、エロビデオとかもあるわけじゃないですか、置き場的にね。いや、それは結構考えてるみたいよ。でもあれだってほら、100円のやつなんかジャケットなんかあるわけないし。あ、100円なんかないわ。だからもう本当にペラペラのスリーブに入れちゃって押し込んだきゃ、まあ、あとも勝手に見てね、持ってあげたりするのはもう止められないから勝手にやれって感じですけど。いやー面白いですね。本当でも永井さんみたいな人がずっとこうロフトのファンでいてくれるってのはちょっとね心強いところがあるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。最常連。最常連。最常連でしょう ね。一番長いじゃないですか。そうじゃないですか。あれからずっとまだかもう通ってるやついないもんね。いないですね。なんだかんだ一貫一時代には来てるわけだ。そう、葬儀屋も最近ね、もうこれなんか葬儀屋って言っていましたね、葬儀屋。そうですね。エロになると必ずチンコ出してくるやつな。本当にこれバカだね。あと誰がその辺。雷小僧とかね。雷はどうなんだろう、まあ、たまに来ますけどね。さっきね、はいはい、今日電話かかってきて。今日俺。皆さん、僕、久しぶりに AV に出ることになったんですけど、で、性病検査をしなきゃいけないんですけど、誰に、どこに行けばいいですかねとか。高校の上で知るか、そんな。ロフトの事務所にちゃんとしゃぶ抜き専門店があるから、そこ行ってこいと。すごい電話来ますね、今井蔵さんのところに。そんなことね。めちゃくちゃ。ごめんね。ねこれでもどうですか、毎年平野忘年会的なものは12月にこう。もう最近 ね、ほら集まんねんで人がだからもうやんなってさ、もうやんないんだ俺めんどくさいから。だって永井さんの寂しがるじゃないですかね、そういう。だから今永井さんが今ね、要するにほら泉ちゃんと脈絡を通じてるという。そうですか。我々はね、泉ちゃんロフトラジオ出ませんから。ブロックされちゃってるの。いやされてますよ。ブロックですよ。なんかやったの。平野さんが何かやったんじゃないですか。俺はやってねえ、俺はあの子愛してるんだから何もやってねえ。そうか、じゃあゲスト呼びましょうよ。じゃあだからロフトラジオね、口説いててくれよ。ちょっとロフトラジオ出てくれって。ロフトラジオ、ね、泉様、今泉ちゃんじゃ客来ないだろう、いくらなんでも。うん、何やるかによりますけどね。ねえ、どうなんでしょうね。まあやっぱり昔はね、ユウさんの BBS が活発なのも良かったんじゃないですかね。人がね、集まりやすくてね。そこに変なのがいっぱいね。そう、変なのがむちゃむちゃ。今なんか多分ね、俺がツイッターで呼びかけても10人来ないよな、きっとな。だ全国に15人系いないんだから、そんな状況だけで。いやいやいや俺の身内みたいな。じゃあこれロフトラジオ聞いてる人で忘年会やりましょうよ、みんなでバーッと。まあ、それか新年会。お前作れよちゃんと。ビューさん式ビューさん掲示板でほら新って言ったじゃないですか、アンチ平野の。あれは結局あれは何だったんですかね、誰だったんですか、わかんない。もう何年前の話してんだよ。15年ぐらい前の話してんだよ。なしたね、アンチ平野。いやいや、昔の話してるから今。あれなんか増田の方が詳しいんじゃないかな。あ、はい、増田来てないかな今日。あれだけど、でもあれだ、富久のほらホワイトハウスの時の、あ、富久じゃなくてホワイトハウスの忘年飲み会だかには来てたらしいですよね。来てましたよ、シーン。あなた方あの時50人ぐらい来たんだから、あの忘年会すごい。ちょい時100人ぐらい来たんじゃないですか。100人はオーバーだろうけどな。でもそれぐらいすごかったですね。全部俺がもうビール全部買ってさ、もう全部俺が用意して、もうそんで最後全部俺が一人で片付けたって。なんだこれ、二度と忘年会の自分の家で忘年会なんかやんねえよという。おで誰も一銭も払っていかなかったからね。てめえのビールだから入ってくるのやろうと思って。そうか、食い物の恨みは怖い。怖いですね。気をつけた方がいいですよね。ねえ、だから自分で主催するも忘年会はやりたくもないね。まあでもみんな喜んでたじゃないですか。うん、そうですよ。でもなんやかんや U さんの BBS のあの周りね、なんかやんややんやみんな面白かったですよね。楽しそうな感じがね。あの BBS もね、全部終わっちゃったんだよね。うん、まあ終わってね、今、うん、今だけどもう Facebook もそれから Twitter もあんまり面白くないね。ないですか。面白い。そんな感じますよね。面白くない。うん、ただ情報を知るぐらいが精一杯で。ですね。面白くないね。ね、昔みたいないろいろワイワイガヤガヤってのない。はいはい。あのコミュニケーションみたいなね、成立してないですよね。うん。やっぱりどうなんだろうね。Facebook なんかであってこうなんか違うこと言うと叩かれるのかな。俺もめんどくさいからやんないの。もうこんなやろうと思うけど。ユーザーすぐ炎上しそうですもんね。ただスルーしちゃうだけなんだ俺は。いや、炎上はしやすくなりましたよ。だから多分そのね。前ほら阿佐ヶ谷で正規食べちゃチンコ食べちゃった事件ってあったじゃないですか。
あれはまだね、ツイッターがそんなに普及してなかったから2ちゃんだけだったのよ、そうやって炎上してたのが。そうかそうか、だからそれほどでもなかったんだけど、うん、でまあ、あれを週刊誌が書いたから結局炎上しちゃったんだけど、うん、今だったらもうツイッターで大炎上すると思うよ。そうですね、そういう過渡期だったかもしれないですね、うん、そう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 、うん、まあしょうがないですよね。しょうがない、しょうがない時代ですから、食べちゃったものはしょうがない。今月の、そんであとはもう、うん、もう今日の、はい、長井なんかどうでもよくて、どうですか、また呼んどいよな長井さん呼んで、またゆうさんもそれですからね。で、はい、今月のクリスマスにはひもて同盟言われたらすごいでしょ。あ、それもう丸ケツなんですか。丸ケツで、丸ケツで、ね、はい、ひもて同盟って知ってますか。こうラジオ聞いてる皆さん、今日が48とクリスマス本当はね、24日もね、24日なんかやりたくねえなと思ったんだよ、もうね、みんなね、もうデートに明けんくれて4824日記念すべき50回目ですよ。そうか、アイコも俺も暇なんだよ。アイコも男いないし、俺も女いないし。で、だからアイコと2人でね、24日2人でやろうねと。そんで誰やろうかと、やっぱひもて同盟が、あいつら最近ほら、デモができないんだよ、もう。人が来ねえんだって。3人ぐらいしか来ない。だから、デモを組めないんだって。情けないからちょっと手こ入れをここでひもて同盟というかひもてってのはモテないやつらが悔しいからクリスマス反対でデモとかあれからバレンタイン反対とかやるんだよ。面白いじゃないこういうの。こういうのを本当に面白がんないとダメなんだな、ロフトも。で今ロフトのブッキングとかやってるのみんなそういうの全然さ興味ないじゃない。俺は面白がっちゃう。ひもて同盟はやりましたよイベント。それで全然客になった。いやいや入ったんですよ。それで最初ネイキッドでやって満帆になって、そしたら次阿佐ヶ谷でやったんですよ。だから今ね、ひもて同盟、結構ね、いけてると思いましたけどね。ひもて同盟みたいのが健全であってほしいよね、ちゃんとね、しっかり。ふざけんじゃねえって、やっぱりどっかでいろんなこう斜めで見れなきゃやれないじゃないですか、そんなクリスマス反対とかさ、バレンタイン反対で、なんだよ、お前らホテル行くのかふざけろ、どんなかどこも行くとこねえよっていうのが主張ですからね、いいですね。こういうことがサブカルなんですよ、基本的に。結局、ロフトはそういうとこ支持しちゃうわけですね。そうですね。そういうこと一番面白かったのは俺だというのは、どうしようもないという。はい。そこで話落ちですよ、ゆうさん。さあ、じゃあクリスマスの夜は、ね、皆さんロフトラジオ聞いていただいて。ラジオ聞いてくださいね、ほんとにもうね、スカッとしますからね。まあもう要するに恋人もできないやつらはもうスカッとして。じゃあ24日の放送が年内最後。最後です。最後。もういくらなんだって31日はやる気ないよ、いくらそれは。紅白があるじゃないですか、紅白に勝てないですよ、いくらロフトラジオ頑張ったと。なるほどね。意外とね、24日までに、ね、ゆうさんに彼女ができてる可能性もありますから、ね、そしたらもうひもて同盟バカかお前ら。いきなりはしご外す可能性ありますよ。そしたらあいこちゃんはモテーとか言ってあいこちゃん一人ですよ。じゃああいこ一人で、俺やだよ、冗談、なんで24日なんかやんなきゃいけない、こんな記念すべき日に。来ました、ゆうさんあるある来ましたよ、これ。また新たな名言が名言がね。私は70だよ、これで、ね、本当に。いやね、まあそんなところでしょうかね、前半。愛子さん、この人に何か質問ありますか。困った時の愛子。よく見ます。よく見ます、はい、本当によく見ます。何なんだよ、この親父は。ネイキッドロフトに行くと大体いらっしゃいますよね、うん、そうですね。お前髪切ってもらえるじゃない。いや結構みんな切ってもらってんだよ。遠いもん。このお兄さんに。もう後半ゲストがそろそろ。ということでありがとうございました。はいはい、長井さんに会いたい人は皆さん CRT のイベント行きましょうね。よろしくお願いします。あ、はい、なんか辻元君が新しい動きしそうですね。あ、今水君さんにはもう話をしております。はい、どうなんですか。もう始まったんですか。はい、もう、はい、ありがとうございます。はい、お世話になってます、はい、いつも。はいよ。なんかものすごく多かった ね。ね、そんで。あの政党を超えて人が知ってたからやっぱり辻元清美やっぱり、はい、あの期待する人たち多いですよ、うん、あれで原則っていうか、ま、その曲げないでずっと一貫してやってるってあんまりいないでしょ。はははは、もうね、要するにだから辻元清美がねブレイクしたのはやっぱり、あの安倍首相に対してやっぱあれでみんな意識が変わったしてます ね。 それまではなんか辻元清美ってのはうさんくさいやつだみたいなことが言われてて、でみんな好きになれないなっていうのがあれからガーンとブレイクしたっていう、そういう感じ、ね、あれだろ、総理総理とか言って、そうそうそう、総理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 と、かっこいいんですよ。だから、だからもうぜひあの日本初の
首相になってくださいで自民党から他の人から総理総理って言われるぐらいになってくださいって言って、私が祝辞を述べたんです。自民党からも相当来てたみたいです ね、 そうね、野田聖子なんか辻元清美の不安だって、俺は石坂慶から聞いたんだけど、うん、そしたらひょっとしたらね、新しい党が、うん、杉本決めたらブレないもん ね、 そうですね、あの人だったら信用できるよね。はい、それに私は去年の12月に、そうですよ、すごいです、選挙に行ってきたんですね。杉本清美の凄さね、応援演説にね、右翼の一水会を招いてね、街頭で演説やっちゃうなんて、こんな無茶苦茶なことをやるんですよ、杉本清美。多分スタッフでも反対したと思いますよ、はい、そんなの右翼なんか呼んだらかえってマイナスだろう。マイナス、俺もそう思ったんだけど、はい、いや、それだけはネット右から攻撃が厳しい、厳しかった。それでトップ当選だよ。そうねえ、すごいですね。俺はもう随分の時はどっか評価してて、ひょっとしたらこの人がこれからの日本の希望。そうですね、ははは、あと穂坂信人がいますね。穂坂信人最近暗いですね、あの人。いやけね、いやいや、来年で穂坂信人なんでよく考えて、はいはい、はい、でちょっと石上さん、ちょっと待って、30、30分ちょっと黙るか、いやいや、チャチ入れてもいいんですけど、鈴木邦夫さんの人定尋問からはい、はい、もう俺鈴木さんと何回対談してるか分かんないんだけど、あ、まあとにかく知らない人がいっぱいいるんで、今日のテーマは愛国と排外主義というテーマ、はい、で、鈴木さんは43年8月生まれ、福島県郡山市、政治団体水管顧問、予備校講師、河合塾講師、いろんなそんで活動、すごいね、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク共同代表。そうですね、はい、これ梅澤さん、何なんですか、これ言ってますよね。何ですか、え、あ、お前聞いてない。いやいや、ちょっと、いや、他のことで、ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク共同代表なんですよ、鈴木さん。そうなん、そんなのがあるんですか。俺も今日ね、ウィキペディアで初めて知ったんで。この前日曜日だってデモ行ったじゃない。ああ、そう、それはもうもちろん、あ、そういう団体が今あるんですね。新須郷さんがなんかやってる。そう、最悪ですよ、新須郷なんて。乗り越えネットの、そう、乗り越えネットの、ね、なるほど、なるほど、はいはい、そうです、はい、というね、ところで、なんだい、それから辻元清美応援団応援団にも入っちゃって、もう調子いいんだから何でも入っちゃう。そうですね、はい、福島瑞穂とも対談してますからねほとんど裏切り者ですね、これは。そんでね、今の鈴木邦夫はこう言ってるんですよ、今の自分は右翼度 30%、 左翼度 70% って何なんこれ当たってるな、当たってるって言ってますね、左翼度。鈴木さんだって自衛隊賛成だし、天皇万歳だし、うん、ね、どこで左翼なんだよ。でもね、左翼の原則でしょ、これ。決命団の、はい、僕はその小沼翔という人に話昔聞いたことあるんですよ、はい、そしたら日本精神っていうのは左翼だと言ってましたよ、うん、日本精神が左翼、だからなんか少数者の権利を守るんだとあはは、それでその命をかけて戦うんだと、あはは、そういう意味では左翼的なもんだと。ああ、なるほどなと思って、それはいい言葉だなと思いましたね。それが今の日本がそのまま素晴らしいなっていうのは、やっぱりこう、そういう保守主義とは一番こう対立するんじゃないですか。このままじゃダメだと、なんとかしなくちゃっていうのは、ある意味反日とこう相互乗り、うん、するじゃないですか、ね、はい、だからそういう感じもしますね、僕は。あはははで、それが、ね、左翼度 30%、 あ、 70% になってるわけ。そうですね、だって基本、要するに左翼の基本というのは自衛隊反対でしょ、基本的に。それから天皇はやっぱ天皇制なんてのは、こんなもう前時代的なさ、こんなもんはいらないよというのは左翼の基本、うん、最近そういうこと言う左翼いないんですよ。いないですかね。長期的にはな、あ、ちょっと早い前、はい、長期的にはやっぱり天皇制はな廃止だと思うけど、今ことさらにな、言うべきではないというふうに、うん、俺はそう思うよ。また今の天皇がいいんだよな、意外と。そうだな、左翼の一人をもっと親近感も持つわな、うん、リベラルですよ、うん、特に愛子ちゃんか、愛子ちゃん、雅子さんの娘な、うん、よく考えたらこの人誰でしたあれ石油派ですね石油派ですか、怖いですね。そうですか、で一応原則的に言えば金融資本のな、うん、一つの情報装置というかよ、うん、そういうふうには位置づけられるんだけどよ、はい、ね、だけど別にな、害毒を垂れ流すというな感じはやっぱ非常に、でもだけど要するにね、いずれね、またね、その昔みたいに天皇を利用してね、ほら戦争やろうとか、あれから外国が攻めてくるとか、天皇が危険だから、どっかに攻め込むとか、そういうことを言い出しかねない左翼ってのは出てくる
だけど共産党だって最初はあの、はい、あれだろう、国会で天皇があのいつもあれじゃん、国会開始するとき挨拶かなんかするじゃんか、うん、で反対するかしないかって最終的には反対しなかったからな、はあはあ、今も天皇についてお前今の前野党共闘なんか掲げてるからよ、全然もう全然ないな。まあ、でもにもかかわらずね、鈴木さんね、はいはい、天皇が結構ね、例えば震災のこととか、それから今回のテロの問題をちゃんと言及して、今のね、そのヘイトスピーチやってる連中とか、それから右翼に対して警告発してるじゃないですか。安倍さんの、あの安倍さん会見の動きに対してもやっぱり批判的、ね、それでも誰もさ、新聞でも何でも、今までもし天皇が左翼とかそこらにギャーゲって、うわーって新聞騒ぐけど、何も騒がないです ね、 そうですね。何なんですかね、これ。で、右翼の連中はどう思ってるんですかね、その。天皇の言葉なんか関係ねえかっていう、ちょっと調子のいい時だけ利用する、そう言ってほしくないと思ってるんですよ、内心は。ああそうですか、内心はそんなのがあるの、うん、やっぱり陛下だもんね、そういった意味でね、うん、それで、鈴木邦夫17歳の時には浅沼田舎のねぽっとした高校生だったのが、浅沼事件での暗殺事件で意識が変わって、これは左翼を潰さなきゃいかんと思った。いや、そこまで思わなかったですね、はい、ただ同じ年の人間が、はい、あそこまで命かけてやったってことに対してやっぱりこう驚きを持ちましたね。山口音也、はい、それでまたこれはこの日本のためにならないと思って殺して、はい、さらにその1ヶ月後ぐらいにはもう自分で自殺するわけですかね、はいはい、で僕は17歳で、同じ17歳で高校2年生だったから、だから大学とにかくもう嫌な高校背後は卒業して大学入りたかったから、自分のことしか考えてなかったんですよ。だからそれで国のことを考えて命を捨てるやつがいるっていうのは、それはやっぱりショックですね。だからそれはもうそれを支持する支持しないとかじゃなくて、もう疑問だったですね、大きな。だから政治とかそういうのほとんど興味なかったんでしょ。バカだったから。いや、そんなことない。僕は中学3年まで日本に天皇陛下いるってこと知らなかったですあの時代で、すごいな、これは。日本に首相がいるってこと知らなくて、あとキリスト教の、まあ、それは高校生になってからです、だから中学3年までは何も知らなかったんです、日本人だってことも知らなかったですねで鈴木さんはすごいんですよ、知らなかった。俺もこれね、ウィキペディア見て、今日ね見て初めて分かったんだけど、鈴木さん高校を、ね、ええ、要するに先行ぶん殴ってで退学になってんだよね一回殴って、ね、すごい豪傑ですね、こんなね。いや、その子から暴力主義者だったんだ。今も暴力主義者ですそうですか。ただ隠してただけで。先生ぶん殴って退学になって、それからね半年懺悔して、でずっと教会通って、ね、ほんで退学を免れて一人卒業したという。そう、まあ、先生殴るっていうのは、ね、中学生、高校生、高校生、まあ、それも牧師さんですからね。俺もミッションスクールだったんですよ。ほんでね、俺神に逆らう廃墟ね、そんな学校ね、サボってて校長にさ、ばったり会っちゃって、ほんでそのまま学校潰されて、で転学だって言われて、それから俺もやっぱりね、もうあとは退学、すごい厳しい高校だったから、退学だって言われて、俺もね毎日ね、毎週日曜日に教会に行ったりしょうがねえから。ラサールで、いや、ラサールなわけないじゃん。違ったの元三流高校なんですけども、ほんで教会行きましたよ俺も。そうするとね、改心したとか愛の注射とか言われるんですよね。やっぱ愛って怖いですね。怖いですね。僕もそうだったな、はあ、だから愛と教えながらやっぱり先生は引っ張らくしねで一人だけの卒業者、何が理由でその先生を殴ったの。あのなんかね、その、聖書の時間にある子と友達の高校生が、英単語を暗記してたんだって。ほんで、その宣教師の牧師が怒って、その英単語帳をストーブの中に投げ入れたんだって。そう、私のやつよく知ってるでしょ俺も、すごいねそうです。で、それに義憤を感じて、ほんで先生ぶん殴っちゃった。バカですね。もうすぐ卒業だったしね、我慢すればよかったのにね。いや、やっぱりこう我慢できなかったしね。アホな高校生だったな。でも勉強はできたんでしょ。まあそれなりに。そんで一人だけの卒業式やって、ほんでそのまんまその年に早稲田入っちゃうんですか。はい、はい、そうですね。すごいですね。整形でしょこれ。はい。すごいですね。やっぱりあんた東大、あ、京大、早稲田の。そうか。あ、やだね。京大の方が難しいですもんね。後で。でもこの人も いなかったんだからほとんど。でも日本のレーニンだし。というのは塩見隆也さんでございまして、はい。それで、
まあ成長の家というのは成長の家に行って成長の家はね鈴木さんのおっかちゃんがずっとハマってた、うん、で、うん、そこら辺も知ってるな俺も若干成長の家だったで連れて行かれたんですよね。そうですね。で、あ、お母さんの影響だな。はい、すいません、うん、で成長の家って何をするとこなんですか。なんか宗教というよりもなんかこう非常にこう、はい、なんかあの精神的なというかなんかそういう感じがありますね。道徳的な、だからその本当はなんか宗教にする気がなかったらしいですけど、谷口正先生はやっぱりそのそういうふうにしないとそのいろいろ出版だとかなんとかでその弊害があるということで宗教あの宗教団体にしたって聞いてます。だからキリスト教もその仏教もいろんな宗教のいいところをその言ってます。だから宗教のデパートだとか批判する人もいますけどね、うんうん、非常にこう大和な宗教なんですよ。あ、大和なんですか、うん、であんまりこう厳しくないか からそういうこうやわな宗教にその勉強したんで後に統一教会とかオウムに入らなくて済んだんじゃないですかね、きっと。うん、で、あの時その時にね、高校時代とかそういう浅沼稲次郎がその、はいはい、殺されたとか、そこへの時点で、鈴木さんはね、いや、左翼という選択肢は全くなかったんだ。あ、そうですね。右翼という選択肢しかない。頭悪かったから。いや、お母さんが成長の家に出入りしたから。あ、そうですね。なんでしょ、うん、ははは、その、まあ、天皇様がありがたいっていう話をしてましたからね。はい、ははは。で、学校ではあのキリスト教なんですけども、その左翼的な先生もいたんだけども、うん、なんかキリスト教に対しても疑い持ってたから、なんかこいつらは信用できないと思ってますね。成長の家はあの親子2代ぐらいでやってんじゃないの。今3代目です。3代目、はい、なんか世襲なんだ。韓国で本をね読んだけど、ね、長い本を何回も何回も出して、生命の実を40巻あります。読んでください、うん、いや読んだけどもう忘れちゃったけどな。でもなんかあの国心の時診断とかいろいろ読んだりしたんでしょ、日蓮とか。うん、それは読んだけどね、むしろ国中会だとかよ、おー、ああいう田中志学、まあ論的というかな、イデオロギー的な敵というか、まあそういうのに興味を持ったよね、どっちかというとな。うん、でもなんか一人ぼっちで読んでるとやっぱ宗教にポッとこう持っていかれるような恐れもあったでしょ。いや全然ないね。ないですか。俺いつも理論闘争しようと思ってたから。日蓮とも、あ、まあそういう親鸞ともだからすごいな。教会士がいるじゃんか、うん、でだから成長の家の教会士も来てたんじゃないかな。いや、いないと思います。いないの。そんな大きな組織じゃないから。あ、そうなので、俺だからそこでむしろ論争になるね、俺がよく知らない連中と、うん、面会してな、教会してほしいって言って向こうは逃げちゃってよ。そりゃ逃げるでしょ。あの全然あれだったけどな、話にならんかったけどね。やっぱりね、趣味高いぞ。あのなんか印象に残ったのもう内容忘れたけど、うん、あのそれなりに興味持ってさ、なんか日蓮かなんかに、あ、親鸞か、随分と関心があったって言ったの。いや俺はそれ宗教全般では関心あるけど、まあ一番それは親鸞がね、うん、近しいと思ってるけど、やっぱり禅宗も含んでさ、西田だな、むしろな、西田哲学、西田哲学なんかのあれは一生懸命やってね。あ、これはね、あとこれは後にね、そのパトリオズムのこの話が出てきますんで、はい、愛国主義という、はい、まあ、まだ、鈴木さんの人定尋問はちょっと続きますで鈴木さんはそれで大学入って、そんで右翼運動っていうかその、にはあの立ち上げるんですね、これその、まあ、当時の書記長、一番初めの民族派学生組織全国学協ですか、学協の初代委員長ですよ。あれ、ハウリングしてるのちょっと。一番堂とかいうのがあった。ええ、そうですね。日学堂じゃないです。日学堂と全国学協、二つ大きな組織があった。あ、うん、そうですか。全国学協っていうのは、まあ、成長の家の人たちが中心になって作った団体で、まあ、僕はただ年長者だからそのこう押されただけですよ。トップが好きなんですね。無能だったんだけど。いやいやいや、で当時の自分の部下の職長と喧嘩して辞めちゃうという、ね、なんかよくわかんないことやって、まあ、やっぱ無能だったからでしょ。だって自分より下でしょ、お前出ていけってもいいじゃないですか。あのね、はい、こうもう最後は全部潰れた、潰れた後なのか、あれは、あの長崎大学の あの連中、日学堂だろ。いや、成長の家である。あれ成長の家、
で唯一なんか自治会をね取ってたというのはそういう話は聞いてるけどね。そうですね、はい、それはその後なのなんか、はい、そうです。なるほどな。えだって森田師匠あたりと知り合ってギャーギャーやってた頃はちょっとだから早稲田ではやっぱりこういろんなあの、はい、セクトがあってもそのみんな左翼とあの反全共闘ってことで一緒だったから、だからあまりその堅いこと言わなかったんですよ。あはは、何でもよかったんだ、うん、要するに反左翼なら。ええ、そうっす。で森田必勝も最初は本当はその全教徒やりたかったらしいです、うん、でもあまりにも応募だったし、うん、応募だったどこが応募なのよ。でそういう時にはまあまあ我々としてあの知り合ってオルグされたという感じ で最初に西学堂入ってその後辞めてあの盾の会に入ったんですね。うん、あ盾の会にも入ったのはあんた。いやいや森田必勝なんですよ。あ森田必勝かな。なんか聞いてないいいんだよ、もうこれは74なんですから。74なの今、まあ、75だっけ。とてもね、あの鈴木さんのそのいろいろこう立ち上げてその時に幹部に祭り上げたなんか自分がなったか知らんけど、スイ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 やめてんやんか。そうスイスイやめてるよ。そういうの諦めがよくてな。いや首になってんです。一水会なんかでもさ、あの三国にスッと譲るとか、はい、そういうね、あの潔さか、うん、あれでいいんじゃないの。俺はそう思うで、あの左翼でもね、組織でよ、うんうん、そこなんか知らんけどずっとね、あの長年いてね、そこで飯を食おうというのはね、そういう発想を持ってる連中、これはダメだからね。みんな一人でね、自分の思うところで生きるのが基本だから、そういう点はもうええんちゃうかな。この時代やっぱり鈴木さんは金がなくて組織を維持できなかった。そうあいつじゃないいやでも左翼よりも右翼の方がね、やっぱこうあの団体作ったらもうその人が一生やってますね。やっぱりね、はあ、変わるってことないですね。だから一水会も代表変わったって言うと、なんか相当なあの喧嘩があったんですかみたいなこと聞かれることがあって、何もないんだけどね。何もないね多分、うん、あれはちょっとあの僕はあの木村三国君にケチかけた、うん、面もあったことあったの。もうちょっと一水会しっかりしてくれというのは意味で、だから結果的には鈴さんが辞めるようになって、俺の役どころでやったというわけ。もうここに塩高が登場するわけですね、一水会に。いやいや全然関係ないですよあ老人の妄想です。老人の妄想です自分のことを認めさせようとするそういうつもりじゃないけど、そういう関わり合い方みたいなちょっとあったことあるないです。いや俺はなないです。で、鈴木さんが今度は辞めたら俺はあの鈴木君を激励する会というのをさ、少し優しくやってこの人選挙に負けて落ち込んでるんですからねちょっと優しくやってくださいよ鈴木君を激励する会というので、あの早稲田の近くでやったっけ、まあ、少数でやったでしょ。いつ何言ってあんたを招いてやったんだよ。なんか記憶ない。あの脇田とか岩島とか含めていろいろいたろ。あのあれで、そう昔の話。縄文なんとか。あ、そう縄文あったね。しかしあの日本に革命が起きたら、そうあの首相になる予定だったんですよ大統領に。俺はそれはね、全然みんななんかじゃ、俺はそんな野心家じゃないんだから。それで憲法もあの人民憲法を作って、それであの憲法は俺のためにあると。ええ、そう。そしたらリーダーがな、どうしても必要な時にはそのそしたらなんで市会議員で落ちちゃうの？大きな嘘でしょ。あんたが最後ゲバルの旗から頑張って街歩くからいけないよ。じゃあ今の新作系の指導者とかよ、そういうのでよ、単独で出てな。日本初の大統領になる予定の人が市会議員に落ちるの？こういうことやった方がいいって言って、319票ですからね。すごいことですね。すごいだろ。そうや、すごい。世界同時革命よな。もうね、あのまあ駅前で訴えてたよ。補水してる人をさ、支持するし。世界革命319票。なんか少ない世界だな。待て。有権者は5万人だぞ。5万人もいないよ。ね、そん中でよ。319票。世界同時革命だから。それが偉いの？まあ筋道としては。偉いと思うよ。
うばして山の言えないでしょ。いや、ほとんど無視されたんだったら駅前の買い物カゴを下げたおばはんにね、うん、世界同時格見えたとか現場のはすごいなって言ったってさ通じるわけがない。そうですね。じゃあそれは通じた人がいたということで、渋谷金太郎というね悪いやつをね、悪大官をこの町から追い出そう。そうか。いや、あらね、はい、本当に今またこんな話はどうでもいいんだよ、考えたら。いろいろ騒がれてるけどよ、あの高齢者に対するさ、愛国心とパトリズム手術するなあ。それ後でって、それがメインね、今日突き出したのはさ、俺だからな、うん、はい、今でも少子高齢化でわわわわ言われてるけどさ、うん、3人に1人が老人だっていうような時代でさ、ギャ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 、ね、言ったのは、まあ、世界同時革命も言ったよ。じゃあ老人の定義を変えればいいんじゃないですか。80歳以上に老人するとか。でもね、そしたら老人は少ない。鈴木さんなんかはね、裕福、懐が裕福だから。誰が裕福なんだよ。俺なんて貧乏人だからな、その高齢者のね、あの貧乏状況ってものすごいよくわかるんや、うんうん、そういう意味ではな、シルバーセンター組んでね、いろいろそういうのやろうとした。それがメインだったけど、あの最後は結局チェゲバラがいいっていうそういう話になってったなはいはい、その話、はい、はい、で、鈴木さんは何よ、これでその成長の家のまた学生連合という書記長になるんですね。成長の家の学生連合、それは 前です。前ですか、これ、うん、これ前なんですか、うん、でそれを中心にして卒業学級を作ったんですね。あ、そうですか、これ前なん、失礼しました、で最初追い出されて産経新聞に行くんです。いや、まだ、もう一つ問題あるんですよ。その前に三島由紀夫はね、やっぱりこの滑腹自殺するというところで、あ、それ産経新聞入った後、僕あっとでしたっけ、うん、すいませんね。だからなおさらご紹介が大きかったです。全然話になってないですね。あ、そうですか、でやっぱりそこで森田師匠の友達だった森田師匠が一緒に行っちゃったんで、それが大きかったですね。だから三島さんが一人死んだら多分三島事件はなかったでしょうね。やっぱ森田室長とか、あと他の3人が一緒にいたんで、そういう大きなこの影響力を与えたんですよ。で、この前後ですか、その鈴木さんが多分朝日ジャーナル、あの左翼誌に、ずいぶん後です、あとずっと後ですか、うん、前後じゃなくて後ですか、その、井上久志とのその論争も、それはずっと後です。だってもう三島事件があって、三島ってその後ずっとあって、竹中朗と出会ったりして、その後ですね。で最終これで今人定事務ここで終わるんですけども、はい、かつてはテロを公然と肯定した鈴木は、そうですね、テロ否定論者、はい、極左や極右に言論の場を与えればテロはなくなると、いや言ったんですね、言ったんですね、今も、そうですね、はい、ということはテロが起きるのは、うん、そういうその言論を封鎖された人たちが喋、るとか、その自分で表現する場がほとんどなくなってるから、テロで走って、みんなの注目を得て、だから、はい、暴力が好きとか人を殴るのが好きとかってじゃなくて、はい、やはりそういう事件を起こしてそのことによって自分たち その思想や発言を聞いてもらおうと、いうことですから。だからそれがその最初からその言論の場を与えたら、なんだ言論の場があるのにその暴力やるのって卑怯じゃないかと、そうなっちゃなりますからね。だからそんなのなくなりますよ、ということ、だから現実問題として、例えばその朝まで生テレビで右翼が取り上げられたり、あったりした、でその後もいろんな形で取り上げられると、やっぱりその右翼の暴力が減ったし、そしたら、あ、そうだ、減ったんですか、うん、そしたらお前のせいだとやっぱりよく先生言われてました。そのなんか俺たちは怖さがあって、初めて怖さが、政治家もマスコミも財界も意見を聞くんだと、それがやっぱ怖さがなくなって、あ、一緒に話し合いましょうと言うんだったらダメじゃないかと、まあそういう人もいるんですね。そういうことなんですか。とにかく最後の友人が、あ、ごめんなさい、最後もう一つあったんだ、右翼を名乗ることを放棄したというか、一水会が、はいはい、これがすごいぞ、一水会の事務所に右翼が凱旋かけられてるとか、ね、なのありかよという、右翼運動始まって以来でしょうね、はい、右翼運動始まって以来、それはいつ頃の話や、なんか今年です。右翼と手を切ったとか、今年です。今年の話が、あんた全然ね、東京の事情に詳しくないでも、ね、そんなのあんまり感じないよ埼玉県だから、うん、あ、東京とかだっけ、東京都だよ。だけど一水会は鳩山氏を あっちのロシアの方に連れて行くとか、それで攻撃されたの、右翼の人、そういうのだから、ロシアの味方したと、それで国賊鳩山の手先になったと、あ、そういう理屈なのか、そうそうそう、あ、
そうなの。でまあ僕は昔からもっとこいつは左翼だって言われてましたからね、そういうこともあったんでしょうね。それでもう毎日外線車が来て、うん、右翼の人たちが、外線車来たの。でけあの市としてどのような連中が来たのよ。まあそれはいいでしょう。まあちょっと興味ある。それでもう警察が全部誘導してくるんですよ。誘導して。うん、場所わかんないだろうからって。だからもう右翼の事件って大体公安が多いですね。なんか焚き付けてんのが。ああ焚き付けがね。うん、で最終的にはなんかいろんな話し合いの結果、はい、じゃあ我々は右翼という名前を使いませんと。お前らは右翼じゃないというふうにやっぱり右翼に対してプライドを持ってる人がいるわけですよ。うん、で お前らがいるんで我々真面目な右翼は誤解されると。で左翼のつるんでんじゃないかとか思われてると。それじゃあたまらないと。だから私たちお前らはもう右翼と名乗るなと。そうなんです。そんで入ってたの？入ってたんですよ。はい。はい、もうこれある面で鈴木さんらのあれだな、新右翼とかさ、ええ、新民族派とかな、そういうふうに言ってた、はい、な独自のポジションをな一応いろんな形で、はい、あの展開してたけど、そういう看板がなくなるという意味では、うん、ある種の試練かもわからんけど、それ自身はあなた方の基本的な姿を表してるんだから、そこでやっぱりね、うん、そうね、頑張らんとあかんっていう、書いていいものですよ、うんうん、あれでいいんじゃないの、はい、そう思います。はい、あと3分でそのこういう話は終わって、次はちゃんと、題材に移りますけど、はい、そうですか。もうということは要するにあの鈴木さんだけの責任じゃなくて、やっぱり三光さんの責任でも、 そうね、その前に猪瀬の問題がありましたよ ね、 ね、これはどういうふうに解釈したらいいですか。猪瀬は元全教頭で、でも、うん、結局は政府のいないの都知事をやってましたよね。オリンピック賛成だとか、そんなことないですか。やっぱり米軍基地を返還しろとか言ってましたね。ああ横田基地を返せとか、当時だろ、全教徒時代だろ。違う都知事になってから、都知事になっても言ってたのか、あんまり。あ、米軍基地はね、うん、それはそうだと思うな。やっぱり猪瀬さんは変えます。やっぱり頑張ってると思いましたよ。だから今最近は浅沼とかいろいろ出てますよね。最近田原さんがそのかなり評価してますから、あの、僕はいいことだと思いますよ。そうですか、はい、はい、ということで、じゃあ、愛国と排外主義というテーマに、しっかり移りましょう、はい。そんでね、問題を俺考えたんだけど、愛国とかね、パトリオズムとかナショナリズムとか民族主義とかヘイトクライムとか、うん、それから独善的愛国とか排外主義とか、というね、いろんな言葉があるんですよ、はい。これをね、分かんないとね、最低限その言葉尻を分かんねえと、これから鈴木さんが話す、ね、言葉ってのは分かんねえんじゃないかって批判してるんで、まずね、愛国主義ってどういうことなのかっていうのは、これ僕、もちろんでウィキペディアとかいろんな調べたんですけど、自分が所属する共同体に忠誠を抱く思想信条というのがパトリズム。忠誠を、忠誠を、これは共同体に、共同体に、民族共同体、いや人々の、あ、違う、そう、自分が所属する共同体に忠誠を抱くんだって。これがパトリオズム、思想信条。だから、はい、塩見さんは愛国心とパトリオズムが違うって言ってますね。どうなの、うん、俺なんかはやっぱり共同体っても一応 国家、はい、社会な、うん、だけど原始時代は縄文時代で共同体だったから、共同、まさに共同体であってね、うん、貧富の格差も基本的にないっていうかよ、うん、そういう状況の中のあのどうかな、神道、古神道っていうかな、そういうのはいいっていう。それがね、だからまたね、ちょっと違うんですよ。これ次、じゃあナショナリズムとは何かっていうことを、まあ、ウィキペディア調べたんですよ、うん。で、それで人々の集まる基本的な単位を国家として、国家だろ、やっぱ国家が出てくるだろ。構成員の国民、ネーションですね、うん、を維持、発展させる政治的信条。というのがナショナリズム、うん、それからもう一つ民族主義ってのがまた、ナショナリズムとまた二民族ちょっと違うみたいですね、うん、国家がなく民族を中心に、考える思想、これが民族主義、うん、はい。でヘイトクライム、ヘイトクライムだ、まあこれはね、人種、民族、宗教、性的指向への憎悪、これはだから結局は、なんていうのかな、そのカウンターの何だっけ今やってる、差別主義者の、うん、
話でしょうね。でもう一つ最後のこの排外主義とはっていうのは外国の嫌悪と、これは排外主義とは今これから問題になってくるんでしょうけども、はい、外国の嫌悪と自国の優越感を主張する。なるほど。だから今さ日本がその日本はいいよいいよってさテレビでさ散々やってるの、日本が優れてる優れてる、うん、これなんですかね排外主義。そうですね、やっぱり、はい、愛を、愛というもの何かという問題もなるんじゃないですか。はい、原則的に言ったらね、はい、誰でもその民族あるいはその共同体を愛すという意味ではさ、うん、あのどの民族もどの社会もな、そういう 原則っていうかな、持ってると思うね、はい、だから自分ら だけの国や民族を愛するっていうのはな、これはダメで、それ俺らが民族を愛するんだったら他の国あるいは他の民族も自分らを愛するということが分かるわけだってよ、はい、そこで仲良くすればいいというのがさ基本的な構造違うか、一国主義だとはわけわからんになるわな。どうなんですかね。いや僕はそういう、はい、そうだと思いますよ。その常識に考えたらそうなんですけども、はい、でも今は、うん、なんかこうとにかく日本だけは素晴らしい、はい、他の国はダメなんだ、そうそうそう、なんかそんなこと言う人たちが多いじゃないですか。日本人優越感っていう、そう、それでまた それを聞いて気持ちよくなってるアホな日本人が多いんですよ。でまた、はい、あの韓国や中国の悪口を言って 本がめちゃめちゃ売れてると、うん、それも情けないなと思って僕は、だそういうやっぱり日本人ってやっぱり愚かだと思いますよ僕は、うんうん、だからそういう意味では僕は愛国心ないのかもしれない。あははは、うん、だから愛国心っていうのは心なんだから、うん、そのこう内に潜あの持っておけばいいと思うんですよ。でそれを元にしてどういう行動をするかの問題であって、まあみんなあの住んでるところ、うん、ね、まあそれをふるさとというか社があるところとかね、そういう形で昔からそうにね、うん、生きて、でそういう地理的気候風土に規定されてさ自分らの里をね大切にしようとか、それはそれでねいいわけやんか。だけどこれあの民族でとどまったらやっぱりダメなんじゃない、 人類共同体というそういう僕はそれをあの愛共心と言ってるんだけど、パトリオティズムと言ってるんだけど、結局それは中間に民族があるけどさ、全体のこれからの歴史の流れから見たらよ、人類共同体の中でのそれぞれの個性を持ったあの民族の生き方っていうかな、そういう話に なっていくんちゃうかというのを思うんだけど、どうなだから突然こう個人からいきなりこう世界だとか行かないからな、ここからと行かないじゃないですか、媒介があるわな、うん、でそれをその飛ばしてそのやるのがやっぱり僕は危ないと思いますよ。だって 本来ならば自分があって家族がいて、その、ま、町内会があって、うん、学校があって、それでその行方にもこうかぶさっていって、それで国会になるわけじゃないですか、うん、それなのにかかわらず自分は家庭ではそのあの親に反抗してて、学校でもその阻害されて、町の人たちからみんなが嫌われて、でも俺はあの国を愛してる、国も俺を愛してるなんて、そういうふうにこう パッと飛んじゃうじゃない愛国心って、まあ、またインターナショナルもっと飛んじゃうよね、うん、あの国家を超えて、だからそういうのはやっぱこう血のついた発想じゃないんじゃないかなと。インターナショナルの問題は もっと違ってな、うん、やっぱり今はもうグローバル資本主義になってるし、うん、まあそういう金融資本中心にしてね、あの一つの世界経済みたいになってるような状況あるしよ。でだから働いてる人は共通のな、あの世界的な連帯を持つべきだと思ってるんだけど、まあまあなってはいないけどさ、そういうのはインターナショナリズム基礎にしないとな、愛共心っていうかよ、その家族地域それで国家というのは、そういう構造もそういう意味ではブヨブヨしてぐるぐる回りするんじゃないかなというふうに思うわな。いや民族主義って言ってもね、例えば、うん、多分アメリカ民族なんてないわけでしょ。そうですね。でヨーロッパ民族ってもないんで、ゲルマン民族とか、うん、アリアンなんてそういう形で分けられちゃうわけで、うん、国の単位としては民族主義なんておかしいよね。だから多分日本民族とはどっかで言うかも、俺は毛頭の血混じってるから何とも言えないんだけど、うん、民族主義って言えますか日本は。日本民族って
まあ他の国よりは、はい、そういう程度は高いんじゃないですか。高い。でも、EU なんかだったらやっぱりそれは、はい、フランスとそのドイツのように戦争した国々が一つの EU としてまとまって、少なくとも戦争だけはやめようと、はい、いうことっていうのはやっぱりその進化だと思いますよね。進化ですね。ということは民族主義を乗り越えたっていう、そういう発想でよろしいですか。乗り越えたけども、やっぱり最近はなんかまたいろいろあるけど、またフランスだとかね、はい、それはやっぱり最低限必要でしょうね。で、民族主義ってのは俺いつも思うんだけど、この前もまあ随分昔だから木村三光さんと論争になったけど、はい、俺は愛国心はないけども、うん、自分の生まれたとこ、故郷、ふるさとは好きだし、うん、それでいいんじゃないですかね、うん、でそこに帰っていくことでね、だから日本国家を愛するとかそういうことじゃなくて、うん、俺は生まれたとこは好きだよ、それでいいんじゃないですか。あはははは、うん、だから、はい、なんていうかな、僕もそのよくわからないけども、はい、その愛国心っていうのとか、その愛だとか正義だとか、そういうこと、そういう抽象的な言葉だけで、その今、うん、それは当たり前だろうと、うん、日本に生まれたんだから日本を守る当然だろうみたいな、そういう論調が主流じゃないですか。主流ですね。それでなんかこう、僕ら学生の頃はやっぱり塩見さんみたいな左翼のアホがいて、うん、その愛国心なんてあるからその、戦争が起きるんだと、その中心にまとまろうと、それからその排外主義なんだと、うん、何バカな俺言ってんだなと。でもそういう危険性はありますよね。あの、だから今はそういう危険性がありますってことも言えないような状況ですね、うん、で当たり前な、その常識じゃないか、日本人として日本を愛して日本を守る、で外国が攻めてきたらどうするって、もうそればっかり考えてて、そうですね、だから、はい、理想や夢を語れないんですよ。ましてやその国家をその基盤にしながらも、その、インターナショナルのことを考えようなんていうのは、それはもうできないですね。ああ、はあ、左翼はもう犯罪者ですね、今。マルクス主義は民族主義は超えて、だから、はい、超えられないです、まあ、これは難しい問題だけどね、うん、あの EU っていうのが話が出てきたけどよ、はい、あのヨーロッパ民族主義で なくなったというような話をしてるけどさ、うん、根元を見るとな、るとやっぱケルトっていうのはあるんだよ。ケルトね、ああ、うん、でケルトの一つの共同体がね、広くあったわけやんか、うん、でまあヨーロッパを大きく分けたら、アジアのモンスーン地帯とは違ったな、一つの地理的環境があって、ケルト的なものが育つような要素があったわけであってな、そういう一つのアイデンティティがさ EU へ向かったっていうような要素ね、いろんな政治的な要素があるんだけど、はい、そう思うわね。だから日本人は日本人でやっぱりあったんじゃないかな、あのやっぱ日本列島っていうのか、ヤポネシアっていうかよ、これはまあもちろん環太平洋で縄文人っていうのはあるけど、そういう意味ではそういうインターナショナル あの国際的広がりもあって、そういうのを限定しないで伸ばしていけばいいっていうのが俺はそう思ってるんだけどね、だからそういう僕は国際的な連帯だとかいうのは必要だと思うし、少なくともやっぱこう、なんか問題が起こっても戦争にだけは持ち込まないというような関係は持つべきだと思うしね、うん、アジアの中でも。でそれだったらね、鈴木さんよ、やっぱり9条っていうのはね、はい、あれは要するに非戦な、はい、で軍隊持たないと、はいはい、ね、いう話じゃないか、で戦争反対だよ簡単に言ったらさ、はいはい、そうでしょ。でもなんかこれは一番なインターナショナルなね、うん、あの呼びかけで一番こう共通項でくくれるようなね、ものを表現してるじゃんか。アメリカに押し付けられたとかな、そんな話とは違ってね、押し付けられてても僕はいいと思いますけどね、うん、それでもいいんだよいいものはいいという、うん、いいものはいいということで、ね、でも今そういうことなかなか言えないじゃないですか、すぐだけど日本を取り戻せとか、だから左翼の人たちがね、それは安倍から含んでね、だから赤軍派の人たちがその9条を守るとか言っても信用できないのは、彼らはそのなんか革命戦争は正しいとか言ってたからですよ。いや、それはそういうことが、それとはレベルの違う話はあなたも持ち込む、ね、だからそんな嘘つきにやっぱり、まあ、国を委ねられるか、ひげのぶさこさん見てみろ、はい、終わります、ね、終わります、全部親父なんか右翼じゃねえかよ、そうですよ、な小川なんかもそうだしよ、そうですよ、俺なんてのは夏目漱石だから必ずしもそうではないけどよ、だから夏目漱石の子供、夏目漱石信者であるけど、うん、まあだからどうのかな、あんまりな、そんなナショナリズムとは でかいようだけ で長い単位でしか越えていけないけどね、あの
要するに自分我一人たかして自分たちだけがいい、いいというのはな。いや、そんなこと僕は思ってません。そこだけを直せばいい、うん、ね、いいという、いう話だよな。はい、で問題は、ね、何度も言うけど日本の今の状況がですね、その外国への嫌悪、自国の優越感、これがすごい、これは、ね、日本人の人員喪失の表れと見てよろしいですかね。これ愚かになってるんですよ。なんか副作用質が言ってるけども、はい、やっぱりその、一人一人が独立してものを考えない限り、はい、国家の独立じゃないと、うん、それがなんか今口が強くなれば、うん、でその韓国中国に舐められるなとかって、そうそうそう、強くなれば俺たちも強くなれると思って、うん、それは愚かですね。もっと愚かになってると思いますね。それでそれは多分政治家に利用されてるんですよ、うん、その日本の危機だなんて、そのことよりも韓国あの中国の危機が攻めてくるかもしれないな、だから今は自民党が必要なんだなんて、うん、口先だけの人間がやっぱりその勇ましい、勇ましくて、だから まだ左翼のアホたちが勇ましいこと言ってみろ、それなりに体をかけて戦ったから偉いですよ。うん、まあだけど左翼かどうか知らんけど、今回 の、 あの安保関連法なんかは、はいはい、これはあの慶応大学の あんたの先輩にあたる大学の先生とかさ、小林先生、ね、ああいう人も含めてね、やっぱり戦争関連法反対、そうですね、たくさんのインテリア文化人ね、うん、ずっとやってるわけね、はい、でノンポリの学生やママさんなんかも参加してるという話じゃないですか、うん、でそれはね、アホなことじゃないよ。一番戦争体験ね、うん、その中心はやっぱ左翼じゃないから、何言ってんだよ。左翼じゃないでしょ。左翼のバカだとかいう話じゃ全然ないよ。いやでもあんたもその中に、はい、70% 左翼でやってるわけじゃないか。面白い。左翼のバカなんていうのはやめとけよ。はい、そうですね。でも左翼は応用だからな、応用、右翼の中に入り込んだらな、うん、な、右翼を排斥するかわからないけど、左翼に来る、僕なんかは、まあ、鈴木さん、包摂しながらよ、まあ、来たと思ってんだけどよ、まあ、あんまりそういうこと言いたくないけどよ。あ、右翼から左翼にしたからこう優しく包み込んでると。そう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 、偉い人ですね。ありがたいですね。そういうような形だから、そのバカとかいうのな、うん、絶対言ったらあかんだ。あ、じゃ あ、 じゃあちょっと愚かなだけで。愚かでもないだろ。なんで愚かな、はい、時代の状況が、まあ安倍なんかがのさばりの状況は部分的にあるかわからんけどな、やっぱり左翼は普遍で永遠だよ。まあ、それは一番最終的に見たら世界共同体だからな、人類共同体だからな、これはお前一番普遍的じゃねえか。ああ、インターナショナルが、うん、そういうことだよ。人類共同体であるし、うん、まあ世界社会主義だよな。うん、こんなの一番誰でもそれ最終的にはこうなるということに対して反対するやついるか。いないいない。だからそのパトリーにしろ愛国心にしろ、それを認めた上で、その上でやはりそのインターナショナルあるわけですよ。それを愛国心もパトリーも否定して、 いきなりそのインターナショナルって言ったら、かつてはそのそれはな、それにこれはね、左翼とよく分かる要だと思うけど、天皇でも何でもないんだよ、うん、資本主義を、うん、な、資本主義の生産関係、生産様式を、うん、な、肯定して、うん、ね、もあの搾取して、うん、利潤を蓄積していくとかな、うん、これが一番ダメなんであって、うん、ね、やっぱ労働に応じた分配をやっていくような、ね、社会を目指すというのは、これが普遍的な問題で、ここでね、右翼か左翼を分けなきゃいけない。民族で左翼かあの右翼を分けるのはね、全然やっぱダメなんだよ。違います。で、鈴木さんがね、うん、そういう意味でまともに勉強するんならね、はい、やっぱりな、資本論ぐらいちゃんと読んで、はい、ね、僕は襲名も北一揆もだぜ、はい、ちゃんと一応資本論読んでな、はい、まあイスラムも勉強したけども、うん、な、そうですね、イスラムも勉強して、そういう形でやらないとな、ただメディアの動きとな、いろんな人の、まあ野党かいろんな人のところ行って、ひょいひょいひょい持ち上げられてるか調子がいいっていう、ま、そういうことは言わない方がいいっていう。はい、わかりました。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。ダメですよ、まだまだまだ50分あるんですからね。もう、何を喋んなきゃいけないか、貴重な意見を、何をしようとしたんだっけな、俺次ね。ほんともしっかりしてくださいよ。鈴木さんはむちゃくちゃの読書家ですよね。いえいえ、そんな塩見議長にかないませんよ。尊敬してんですよね。俺の部屋今日ね調べたらね、鈴木さんの中で25冊あるんですよ。俺これ全部4段階だって、こんな厚い本まであってさ、こんなの本当すごいね。4段階ねと思うぐらい。鈴木さんはテレビなんか見るの？
テレビドラマとかよ。テレビクリス。そうだよ、鈴木さんいつも帰るのがいつも12時過ぎだろ。全然見る時間ないだろ。いや、そのあのビデオ撮ってますか、ね、撮ってますか。あ、ビデオを朝に撮るの？1週間分を撮るの？え？1週間予定表があるじゃんか。ね、あるの？あるんだよ。なんでも今ね、すごいんだよ。撮れてる、それ録画するのは。いや、1日だけ、1日1日撮っても。そうしないとさ、はい、忙しい人、俺なんて今全然忙しくないからよ。テレビばっかりな。だけど、見てるけどよ、あの1週間後にどんなニュースが起きるか分かんないじゃないですか。じゃあこれ面白そうだからってニュースが。いや、あなたの見るとな、あんまりな、外国のことなんか全然知らないよ。むしろ日本のな、非常にどうかな、具体的現実的なことについてはな、あんたはものすごく知ってるか、はい、俺は逆だけどよ。俺は世界からしか物事を考えていかないからよ。そういう意味ではね、あのやっぱりニュースなんか見ないとさ、はい、特に経済わ、ね、かりました、はい、じゃあ終わりましょう。今日この人絡んでます ね、 それとね。なんで今日絡みに来たの？鈴木さん応援に来たんじゃない？なんか絡んでますよ、しおみさん。応援してるじゃん。応援した、応援してる、応援とは思わないけども。まあ応援っていうに応援できたわけじゃない。まあいいけど、まあいい、でもね、いいですよ、いいよ。俺は友達だと思ってるから。乱入されて、乱入されて、そうださ乱入じゃあ俺は、ね、僕が言ったら乱入って。2人来てくれた。いやいや、俺は僕知らなかったの。知らないんですよ。勝手にお前、鈴木さん知らないの？俺はね、勝手に呼んだの。鈴木君も来てくれとか言って。いやいや、あれは嘘。僕知らない。そんなことないよ、後で飲ましてやるからちょっと待ってろよ。何の話だよ。飲ましてもらわなくてもいいよ、お前。嘘を言うなよ。今日は嘘を言って、これで鈴木さんが来たやつ、あの鈴木さんのね、特に突然乱入したら、これは面白勘弁という俺の単なる発想なんですよ。まあいいでしょ、それ、まあね、プロデューサーは何考えてる。、うん、まあいいけどよ。テーマはどうしましょう。鈴木さんは、はいよ、なんで、自衛隊賛成。自衛隊はあるべきだ。でこれはだけど、いずれは自衛隊はその例えばその復興隊とか、そのそうですね、その戦争する組織はできたら早くやめたい。僕もなんかあの、はい、タカジンの番組の時にやっぱり自衛隊はその別にこれが戦争するわけじゃないから、はい、そのなんか、いろんな災害があったときに、うん、その活躍するとか、うん、そういうのでいいんじゃないかと、災害救助隊で、うん、災害救助隊でね、これは昔社会党が言ってましたね、うん、と言ったらね、やっぱり元自衛隊の人がね、はい、あの叱られまして、叱られまして、いやその例えば東日本震災の時なんかで、はい、亡くなった人だとかを背負ってこう、はい、あの行ったり、あとはその重症の人を救助したりすると、うん、そういう時はそのボランティアだとか、その災害救助という、うん、ことだけだったらできないと足がすくんで、やっぱその実際にそのあの血を流して死ぬかもしれない、殺すかもしれないと、そういう勝負で生きるができるんだと、うん、あそうかと思って、だからそれでやっぱりこうそういう訓練をしてて、そういう物だけはその守れるし、でまた何かあってもパニックにならないし、で外国から見てやっぱり日本の自衛隊って素晴らしいと思われてるんですよ。それでこれは軍隊が進化した形だと思われてるんじゃないですか。でも日本の政治家だけはトップの政治家だけがプレックス持ってるんですよ。俺たちはその外に出てて人を殺してない、またあの殺されてない、それがコンプレックスなんですか。コンプレックスなんですよ。それでだから普通の国になれないから、ってことで、でも普通の国になる必要ないでしょ、うん、新しいやっぱり理想を追求するべきだと思いますね。だからそういう意味では僕は塩見さんよりももっと進歩的かもしれない。それに憲法だってあの24条書いたベアテさん、はい、あの人と何回か会って話をした時でも、うん、ものすごいやっぱり彼らはその理想と夢を持ったと、うん、本人だってそうですね、やっぱりその女性の権利に対してアメリカだってできなかったことを日本の憲法を作ったんだと。だったらば我々がもしその今の憲法を変えるとするならば、その占領軍に負けないだけの夢や希望を持ってなくてないです。でそれなのに、ま、全くなくて、ただ元に戻すというだけじゃそれ憲法を改正する意味はないと思ってね、しおみさん、どうなんかな。なんか振るからいけないとか、専守防衛とかな、うん、ね、いう形で守るのはいいでしょ、とかな、ま、そういうことじゃなくてね、守るという点で見たらな、憲法と
共通項を持ってるというな、そういう認識はあるよね、うん、左翼の中にもある。だけど、非常に矛盾して違憲合法論とかな、そういうような形で違憲だけど合法だっていうような変な理屈込めてさ、自衛隊を認めるようなそういう連中もいたよね。だけど原理的に見たらな、憲法はもっとそれ以上のね、憲法9条はね、それ以上の理想を語っとって、やっぱ戦争しない世の中、戦争を否定するっていうのはな、そういう基本的なでもって9思うんだよね。だからどうのかな、安保と矛盾するとかそういうこととか、自衛のためだったらいいとか、そういう議論は もうちょっと超えたところでね、問題は立ってるって自分は思ってるんだけどね。だから9条を改正する必要はないと、ただし資本主義が結局膨張しようとしたらね、帝国主義軍隊必要とするからな、そういう意味で社会主義をの憲法に変えないとな。え、社会主義の憲法に変えて9条を守っていくと。社会主義の憲法するの？うん、そりゃそうだよ。日本人民国会するの？そりゃそうだよ。で、初代の大統領になるの？その話はば、お前だって話はこじらせるのね。要するにな、社会主義の、なんで、ね、社会主義の国会する人いいんだけど、なんで、じゃあな、第二次世界大戦が起こったりよ、アジア大戦争が起こったりしたと思ってるんだよ。おなあ、それ原因言ってみるよ。知りません。やっぱ資本主義の理事の追求戦でよ、市場分割戦でも やろうとしてよ、うん、言ったんだから、アメリカも日本も同じことや考えてんだからさ。ただ理屈としては、中国なんか侵略される側だったからな、侵略される側だったから、これは道理があるけど、アメリカと日本ってのは五分五分で目くそ鼻くそ笑うようなもんだと思うよね。そうだろ。だからやっぱ資本主義が廃止してこそな。でも資本主義でないし、ちょっと資本主義が廃止してこそ、ソ連が攻めてきたよ。え、あれ資本主義かって、資本主義だろうよ。それも資本主義なの？あ、官僚制資本主義だよ、おめえ。じゃあ全部資本主義じゃないの？そういう意味じゃ、スターリンこそ裏切ったんだよ、マルクスな。そう、すいません。いや、スターリンいいと思ってんの？いや、思ってないぞ。だからあんたね、スターリンから見たマルクス主義でしかなくてな。そうか、ね、その前 の, マルクスやエンゲルスやよ、まあトロッキーも含めてたけど、そういうものが全然考えてねえじゃん。じゃあ、それスターリンがいなければ日本にこう侵略したりしなかったんだ、ソ連は。いや、一国で社会主義ができるというにな、一国で社会主義ができると言ったんだよね、世界革命やらないけど、そうするとな、一国で社会主義ができるって言ったら、民族と国家を強化しようという話になるんだよ、そうするとな、あとは戦争に負けない国を作ろうというのはな、そういう話になっちゃってよ、社会主義とは関係ないんです、スターリン。トロツキーをやっぱり追い出したのと、もうそれは、まあそれもあるけど、その前に、そういう問題だよな。まあ、ソ連が日本を攻めてきたらどういう意味ですか、よくわかんない。いや、日ソ不可侵条約、そう破って、あれはだって全部ダレスとかあそこらの全部のあれでしょ、その八幡会談あたりの密約でしょ、密約があって、んでそしたらもうアメリカって、ソ連だってやっぱりそれはあれは、ね、それはそういうの攻めてきたアメリカがそれは違うんじゃなくてな、やっぱり常にロシアは地中海からな、今のアラブに出ていくから、極東に出ていくというのは膨張主義じゃないか。はい、だからツア自身もこれで自衛隊をどうするかって問題で、それで満州にな入り込んできたということであって、これはもう全然ね、革命やろうとかな、全人類を解放しようとか、そういう理想でやってきた。現にもいろんなもう悲惨な事態が当時あったじゃないか。まあそういう、うん、それで今、はい、その、ね、自衛隊を、非武装、昔はなんか非武装中立だとかっていう議論もありましたよね、今そういうこと言う人誰もいないね、そんなこと言ったらもうすぐ潰されちゃって、非武装中立とか今生きてると思うけどね、うん、でも非武装中立したからといってすぐ攻めてくるかどうかわかんないけども、ただ、国民の不安がありますよね、それはその攻めてくるだろうってやっぱりこう昔から言われてましたよね、そう個人の家だってその鍵かけなかったら危ねえじゃないかと、だからそういうので、なんかそういうのでやっぱこう不安がある限りやっぱり軍隊ってまだ必要な、攻めてくる危険があるから、こちらもね、軍事力を強化して、ね、軍隊を持とうと、こういう論になるわけ。そうね、そうだろ、うん、これは普通のな、普通の、まあ普通の人のな論理だと思うけど、うん、な、徹底して非武装でさ、徹底してな軍隊を持たなくてよやっていくと、
これでとにかくインターナショナルな連帯を作ろうということで、それでも来たらな、うん、その時はな、正当防衛権っていうのはあるんだから、ね、そのことだって取りたいないもん。それでやればいいじゃないか。だから普段から持ってなくちゃダメでしょ、それは。あんた、だからダメなんだよ。なんで？普段で持ってたら抑止力だどうのこうのの話になってね、軍事力を強化しようという理屈に入っていって、うん、そういう危険性ありますよ、ね、確かに、ね、攻めてくるんじゃなくて今度は攻めていこうと、それがな、うん、あの積極的な防御だとかいう連中がな出てくるわけだよ。時の流れじゃん。今が積極的な平和主義とかって言ってましたね、うん、積極的平和主義だな、うん、ああいうふうになるわ。戦士防衛も枠崩しちまうってな、うん、だから原理原則でさ、国民的な体験したものをさ、やっぱいっぱいきちんと守っていって、ね、その上で政治をやって、でもし来た場合にはそれは油断してるような時にやられるかわからんけど、でもそれでいいじゃないか。攻め込まれた時に跳ね返していけばいいんだってよ。跳ね返す死体がないですよ。そんなことはないよ。 それほど日本人はな、アホでもないし、僕はアホだと思いますよ、国民は。あ、じゃあ、あとはやっぱり自衛隊作ってな、やればいいっていう話になったら元々、いや最低限度のやっぱ防衛必要だと思いますよ。いや、それこそ最、それはその国民のそのなんていうかな、不安を、最低限度って一体何国民のやっぱ不安をその解消するためにも、不安なんてずっとあるよ、生きていく、うん、だから民族が生きていようとな、そういうの多分誰もあの支持がいないと思いますよ。え、支持がないと思います。もう全部軍隊をやめちゃえと、ね、実際に戦争法反対で実際に怒ってたじゃないか。去年からずっと怒ってるし、今度の参議院選だってそれは出てくると思うけどね、実際に怒ってるわけだから保守派の方が圧倒的に声が大きいから。いや、そんなことで日本を守れるのかと、盛り返してきてるよ、いろいろな。いや、してません。何言ってんのよ。あの時見たらね、やっぱ戦争反対っていうのはね、時間がないということも含めてだけど、70% くらいは、かえって何もしない方が戦争が起きると思ってる人は多いです、国民は。そうに思ってる人もいる、うん、そういうのを思ってる人もあるけど、焼き入りのね、あのどうかな、あの憲法9条を擁護する人ってのはね、そうは思ってないですよ。だからそうこう、いや、あなた自身が、あの時にじゃあその関連法が出てきた時に国会に行って反対という声を出したのか、出さなかったの。言いましたよ。そうだろう、でも言いましたよ。そうだろう、それでいいじゃないの、うん、だからそれはその今の憲、自衛隊を認めた上で言ってるんですよ。自衛隊を認めた上で、自衛隊というのは要するに専守防衛論みたいなものでしょ。ええ、だから、ね、ええ、対外に出ないということでしょ。だから、そうそう、それはそのだけど、その根元の中にね、自衛隊というのは自衛だよ、ええ、自衛だろ、自衛ですよな、自衛をするんだから軍隊ではないということだよ、ええ、だからアメリカと一緒になって戦うの反対ですし、反対でしょ、海空に出ていくのも反対です。で、それでそれはね、本来の手段は非武装じゃないのよ。本来の姿は非武装、自衛ってのは非武装でしょ、違うの、やっぱり武装防衛かよね。武装でしょ、ある程度。俺はそう思う。スイスだって軍隊あるわけだからね、うん、でスイスだって軍隊あるわけだから、であの程度の、例えば今日本の軍事費ってのは世界で8番目の、うん、もう8番目ですよ、うん、8番目の軍事費をさ、だから込んでる。日本がその、はい、世界が平和になるために何か努力してるかって何もしてないわけでしょ。してないですね。それで、はい、今のその、いや、正しいですよ、まあ、鈴木さんの、少ないか多いか分かんないけど、うん、自衛隊を基盤にしながらも、はい、それでその、世界の平和に貢献して、その上でやっぱりその今の自衛隊を、なんかない警察予備隊に戻すとか、うん、で最終的にはその警察だけにするとか、うん、いうぐらいの夢を語ってもいいと思うんですよ、憲法の中で。ちょっと待ってくれよ。あなた、自衛というものについて絶対必要だという論理を、ね、だから今国民が全部が必要だと思ってるから、それはやっぱりいきなりその、いきなり崩すの危ないと思います、かえって。え、いきなり崩すの、全部が思って、もともと思ってない人の方が多いんだから。そんなことないです。そんなことない。それはあなたの幻想です、妄想です。憲法改正とか9条さんについての改憲についてはな、だから憲法改正反対っていうのと、その今の軍隊なくしてるのと違います。いや、俺はやっぱりな、自衛隊に対しては究極的にはなくせって意見はね、絶対消えないと思うしな、うん、だからそれは、ね、だから現実判断でそういうにね、うん、時のいろんな状況で、だから自衛隊がなくてもいいような状況を作るというんだったら分かりますけど、そういうことだよ。だって今すぐなくせって言ってるじゃないか。今すぐなくせって、あ、
だからそこで矛盾があるわけよ。オールドレッドは意見合法論、いや意見、オールドブレシェビキって意見合法論っていうな、意見合法論だろ、意見、意見であるけど合法だっていうのは奇妙なことをな、あのあれ社会党のあの書記長かなんかに言ったんだよね。誰だっけ、石橋だな、うん、なんかこれ矛盾だけど現実ね、あの否定はするけども肯定するっていうのはな、非常に矛盾した対応してるわな。でそれはね、分からんこともないけど、やっぱりな、ダメなものはダメだってね、自衛隊はなその災害防止隊とかそういうのに変えていくべきだって、基本的には解散すればいいんだよ、うん、その上でね、それはどうしてもな、それは侵略してくるならばな、その時はな、うん、それはあの人民軍作って戦えばいいんだって。急に人民軍作れないです。え、急に言ってもそれは、まあそんなのはやってりゃ出てできるようになるんだからよ。どうですか、これで愛国主義っていうのは、クリアできたわけ、今日の題材の。皆さん聞いてる、皆さん全くしてないですね。愛国主義をもう一回ちょっとクリアしないと、ね、はい、いやいいから、自衛隊の問題もいいから、大変だね。戦前の戦前の戦争ね、侵略戦争、うん、アメリカも俺はいいっていうのに思ってないけど、うん、そういうものの反省の上にね、うん、国民的体験があったということ自身が、うん、現実的にマッチしてないという安倍と同じ論理になるんだよ。そんなことないですよ、アントニーの。そんなことないですよ。だから鈴木さんはね、海外派へ徴兵制度は引かない、海外反対、徴兵制度は引かない、一旦認めたらそっちに行くんだよ、それから、核は持たない、そうというね、もうすごいね、基本的なことを言い張ってるんですよ。だから、うん、これやっぱ左翼だよと思っちゃうもんね、見てて。はい、まあ、右翼言わないですよ、こんなこと。だからそれを言えばいいじゃない。言ってるよ、9条のな、俺が書いてるぐらいだから言ってんだよ。だから鈴木さん聞きたいよ、9条はやっぱり なかった方が良かったというふうに言うのかな。そんなこと言ってないですよ、ね、そうだ、言ってないだろ、だからそれでいいじゃないか、9条を守ってな、うん、そういうことを言いなさいよ。坂本さんとの対談が一番綺麗でしたね、すごい綺麗。俺あれが一番ね、鈴木さんの心情がきちっと出てて、多分坂本雄一にね少しは気遣ってるのかもしれないけど、すごい綺麗だったですね、あれが一番僕は感動してて読んだ、うん、鈴木さんの最近の本で。ちょっとな、待てよ、元々なんかいつの間か流れてきてるけどよ、まだね、排外主義に行かなきゃいけないんで、まだ排外主義やってないんだから、あと30分ないんだから。鈴木さん自身が9条に対してもともとあれは間違ったな、規定であるというふうに思い込んでるのかな、あれはあれで良かったというふうに言うのか、そっちと、それがどうかということ。だから理想としてはその尊重する。だからそれが憲法に書かれてるのはいいことだろ、うん、それを解説する必要ないじゃないか、改正しなくてどういうふうに自分らを守っていくかというはところで頭使えばいいことじゃないか。そうですね、はい。それで今はやっぱりまだまだその軍隊がないとやっぱ守れないと、家にあって、そこら辺からおかしくなるんだ、なんでまだまだな、だからそういう人たちが多いと、でそういう人たちに納得させるだけのものがないわけじゃないですか。なくてもいいじゃないの、あんたが信じるところでやれよ、それは。そんなことないと思いますよ。だいたいね、人に迎合してね、今の状況ではこうだこうだと、いや迎合じゃなくて、やはりその国民の不安をその解消すると、不安はあるって言うんだよ、解消するのは必要だ。民族同士がな、民族自身が隣り合って生きてる以上な、不安はあるよ。どんな時にどんな国家がなくなってな、民族が人類になるようなところがない限りな、絶対な、そういう不安を持ってるよ。だから今攻めてきたら戦えばいいでいいじゃないか。攻めてきたらでそれで自衛力を強化して、これを正式の軍隊にしようとな、憲法9条それからそれから軍隊作ったって間に合わないんです。間に合うか間に合わないかやってみなきゃわからんや。難しいんだよ、これね、本当に北朝鮮みたいなやんちゃな国もあるしさ、もうあるけどよ、あるけどな、そんなことばっかり気にしてたらな、はい、結局は自衛がな、侵略をな、肯定するような論理にな、ずっと進んでいくんだよ。あんだけのお坊ちゃま君が核持ったらどうすんだよというさ、うん、ここらすごいやね。だってでもね、あのいやこの前ね、うん、朝鮮のその高さんというのに聞いたけど、はい、あのねお坊ちゃま君は結構ガキの頃からね、音のね殴ったりね蹴っ飛ばしたりしてたんだって。でね、暴力的なんだって。でも北朝鮮だからあんだけ平気で殺しちゃうんだ人。ただね、知らんさんね、北朝鮮だけじゃないぜ、期待されてるって。今の中東やアラブの状況を見るとよ、
人類が滅亡するかどうかというのはな、世界戦争の瀬戸際的なような要素はなあるわけであってな、そこの中でどういう対処をするかということをな考えないとな、周りだけの問題で金正恩がどうのこうのような話じゃないと思うよ。昔河合塾で左右激突討論会やったじゃないですか。でこんな話をしてたわけ、一貫としてなんか突っ込んでやらなかったな。あ、そうやらなかった、あんたあんまり言わなかったじゃない。言ったんじゃないですか。そうかね。はい、今憲法をどうするのか大体少し見えてきた、はい、でその次靖国どうするか大変なんで、いっぱい課題があるんだよ今日は。メインゲストが入ってくるや。これは新しい墓を作って、それは戦争に、ね、行って、もう騙されていったような、こういうふうに思うんだけど、結構あれは煽られていったようなんだけど、これはこれでちゃんと弔う、ね、どこだって戦没者記念なんとかありますよね。そうですね。それはだから靖国と宗教とごちゃ混ぜしちゃって、全然もちろん戦犯もいるし、うん、もう昔の武士もいますよね。いろんな織田信長がいるかどうか知らないけども、いないです。いないですか。靖国神社はいないです。いないですか。幕末からだな。最後高森も祀られてないし。あ、まあそうですか。土方歳三もいないですね。いないんですか。なんで天皇のために戦ったんだけども。だから、はい、それはまあその無宗教のその千鳥ヶ淵にすればいいじゃないかとは意見もあるけども、はい、うん、僕は今は まだその、はい、靖国死んだら靖国神社で会おうと思った人たちが例外、はい、あるんですから、うんうん、それはその、うん、今のところは僕は必要だと思いますよ。はは。それただその首相だとか政治家がそのお参りすると、はいはい、その反発する国もあるんだし、はい、そういうその靖国問題をその政治の場に、国際政治の場、うん、またその相手をそのなんていうかな、挑発して、はい、させるようなものにすべきじゃないと思いますね。だってそれは戦争で亡くなった人たちももうかわいそうでしょ。だってそのアジアの国が、まあ、世界が平和であるために戦って死んだんだから、それにかかわらずその自分たちをその利用してもう一回戦争しようなんて、ね、まだその、韓国中国をその挑発してるんだから、それはやっぱりやめてほしいと思いますよ。もしね、だから例えばこれ変な話だけど、うん、そのドイツの、ね、メッケルがね、はいはい、メルケだっけ、うん、あの人が要するにユダヤ人あのナチスのあの連中の墓参り行って、うん、彼だって踊らされて行ったら世界はどう反応するかって、ね、と同じ、靖国も基本的に同じ気がするんですけど、どうですか。そうですね、それありますよね。それあと、そしたら中国怒りますよね、それいくら。そうですね。ははそれと、はい、中国と国交したときに、はい、やっぱりその日本の人民もそのやっぱり被害者だって言ったでしょ、はい、で無理やりその戦争にあの、ね、はい、あのそれがその靖国神社を首相が行くと、はい、そしたらまたそんなこと嘘じゃないかと、はい、あの戦争を指導した人間に対してその言ってるし、それまた靖国神社の優秀館なんか行くと、やっぱこう日本は正しい戦争をしたんだっていう書いてるんですね。ね、うん、だから僕は異例だけでいいと思うんですよ。はははそれを検証するというか、ただそれは正しかったんだよと認める必要はないと思うんですね。うん、でないと、やっぱあの戦争は正しかったんだと、うん、でそれから東京裁判は間違ってたんだって言うじゃないですか、うん、安倍さんなんか。そうすると、じゃあもう一回アメリカと戦うしかないじゃない。そうしたらアメリカがやっぱムッとしますよ。だからその意味ではやっぱアメリカがやっぱ安倍政権に対して警戒して持ってるんじゃないですか。靖国の場合は、はい、明らかに天皇防衛というのもあるか分からんけども、いや天皇陛下も行かれない、行かないじゃない、行かないですよ、ね、ちょっとあの要は明治維新以降の戦争自身をね、どう見てもね侵略戦争であるわけだよ。侵略戦争を肯定した上でね、そこで死んだ人を祀るというのはなことはやっぱり理論的にはおかしいわけで、侵略戦争を否定した上でね祀っていくというのはことがな、そういうシステム制度があったらな、それはみんな賛成するよ。死んだ人に対してな、あのなんか唾吐きかけるような人はな、左翼であろうというのは全然ないからな。いや、左翼はいるんじゃないですか。誰がいる、あげて。まあいいからいいからいいから。いや、いい。ちょっとヘイトの問題にもうあと20分しかないんだよ、もう。問題ない。これで靖国に対していろんな。Yo.
でそもうカウンターの前からやっぱり鈴木さんは後部のあの要するに西村修平殴られて西村修平殴られたってちょっとそっからですからね。もうそれからすごいですよね。ずっと鈴木さんは最前線で戦ってきて言ってでね、鈴木さんがねすごい変なこと言ってんだよな。映像を見て悲しくなりました。日の丸がかわいそう。俺日の丸がかわいそうだと思ったこと一度も今で一生に一度もないんだけど、日の丸がかわいそう。日の丸は日本人の優しさ、大和の国の寛容さを表すもの、それが排外主義的なものになって使われてるっていうのはこれ許せない。そうですね、日の丸が泣いてますよね。じゃん、うん、そう思います。だから僕は今の、はい、俺は保守だとか日本の良さを守るんだっていう人たちが、うん、なんかその憎悪の対象としてその日の丸を使ってて、ーはーはーはー、それで韓国中国許せないみたいな、それはちょっと日の丸が泣いてると思いますよね。ーはーはー。だから日本のこう守る保守とか日本を守るっていうのは、はい、日本のすべてを無条件に守るんじゃなくて、日本もいろいろ間違いもあったと、はい、失敗もあったと、はい、でもそれも反省しながら、はい、やっぱそのそれでもなおかつこの日本を抱きしめたいというのが愛国心だと思うんですよ。だからそれをその日本は全く間違いがないと、そんなこと言うやつは反日だっていうのは、それ歴史を見るその勇気がないだけだと思いますね。これはだから日本人の優位性とかね、アジアに対する優位性が先行しちゃってるという話。そうですね、なんか、はい、自分にこう取り柄がない人たちは多分国家と一体になって、うちの国家はこんな立派なんだ、だから俺も立派なんだって思いたいんじゃないですか。あーはーはー。それで愛国心だって、俺は愛国者だっていうのは、うん、俺はその国にその認められてんだと、で俺は国を守ってんだというふうに思いたい。なんか愚かですね。だから、うん、その俺は愛国者だっていう人たちは、やっぱり口で言ってる人たちはほとんど偽物だと思いますよ、僕は。あ、口で言ってる愛国者は偽物、だって日露戦争が、はい、の後で当時の外相なんかが講和をまとめようとした時に、うん、こいつは売国だって言われたでしょ、うん、で勝ったんだったら領土を取れ、そいつだって金を取れと、ね、ね、うん、だから売国奴だって言われて構わないと、それで殺されても構わないというぐらいの覚悟を持った人だけが唯一愛国者でしょう。だから一時ね、過激な連中っていつも賛美されるじゃないですか。そう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 、状況に詰まると塩見さんだって石油が作って、もう俺たちも武力もね、うん、爆弾でやるんだって、もう銃撃戦だって、もうちょっと勘弁してくれ、うん、塩見さんはまあ行動したからそれなりにまあちょっと許せるわけけど、はい、そう少しはね、他の今の、はい、日本の保守派だっていうのはやっぱり別に行動するわけでもないし、はい、ただ口だけですよ。はい、あとで年代も時間は大丈夫、口だけで言ってます。だからもしその中国や韓国とその仲良くしたいならば、自分とか行って戦えばいいですよ、はい、ね、それでその殴られてもいいし殺されてもいいわけじゃないですか、はい、それなのにそういうこと言うと、その行ったってその世の中変わらないし、その彼らが考え変えるわけがないと、で丸め込まれたと言って票も減るし落ちちゃうと、だそれよりは安全な日本にいて、その韓国許せない、中国許せないっていうのが楽だと、だそういう形でやってるだけだよ。だからそういう、まあ、ちょっと僕はなんかやりたいなと思うんですね。あーはーはーはー。でそこいらが、鈴木さんがそのカウンターに、要するに、はい、ね、差別主義者に対して人類、差別主義者に対して抵抗する理由がそこ、はい、そうですね。あーはーはー。それと自分がやっぱ愛国心があるとか、自分が日本人だというならば、はいはい、何もその人を批判して言う必要ないでしょ。こいつはこうだから我々はこうだだって、はあはあはあ、うん、だから自分が、はい、ここ日本のこういうところが好きなんだよというふうに言っていればそれでいいんじゃないですか。はあはあはあ。まあ梅戸さん、はい、はい、あちょっと何これ、はい、すみません。あ、それでヘイトスピア、どうぞ。まあ、要するにその、はい、日本におけるその在特会とか、はい、排外主義者がの問題についてはそのカウンターっていうのがね、この新大久保で大きな動きになって、はい、それで、まあ一般的にね、報道されるようになったりして問題になって、まあ、今それを法制化しようっていう動きまで、ね、ようやくね、ようやく、まあ、来年になりますけど、まあ、有田芳生議員とか頑張ってこうヘイトスピーチ規制法を作ろうとか、まあ、ようやくその流れになってるんですけど、そのカウンターの前に最初にその在特会みたいなのに対してこうそれは良くないっていうのを発したのはやっぱり鈴木邦夫さんとかですね、維新会の木村三光さんだったり、あとまあ統一戦線義勇軍のね針谷さんとか、まあ鈴木さんの弟子みたいなもんですけど、
そういうところ右翼の中でそのあのネット用に対してこれは良くないこういうのやめろっていう動きが出たっていうのをう、ねまあ、これあんまり知らない人も多いんですけど、うん、それが重要だったなっていうのが、うん、ありますよね。で、まあ、日本はそういう動きになってるんですけど、僕ちょっと聞きたいのはやっぱり今世界でね、はい、そのこの前のフランスの地方選挙でね、その国民戦線がね 大躍進、3割の票を取ったりとか、あとまあアメリカでもそのテロがね起こってイスラム教に対して入国させるなってこと、ドナルド・トランプっていうね、共和党のイスラム教徒なのにさ、それと断交したらどうなんだよそこまで世界で、うん、そういう世界中のね、そので今そのまあ多分難民問題っていうのが大きいと思うんですけど、それで排外主義っていうのがまたこう大きな力を持っているような気がするんですよ。もう塩見さんが言うね、こう世界同時革命どころじゃなくて、どんどん昔の第二次世界大戦の、ま、前ぐらいまで戻ってるんじゃないかみたいなね、状況だと思うんですけど、どうすればいいですか、この状況。僕はその話をね、まあ、実はしに来たんだけど、ね、だけどちょっとだけ日の丸についてみたらね、俺は日の丸新しい、国旗にね変えようとか、そういう思考もサークルの中にあったけどよ、何する全体的には、ね、日の丸で僕はいいと思ってるんだよ。ただ君が代はね、うん、君が代はやっぱ主権在民のな性格と違うからな、引退すべきだと、うん、それはまた別のものをな国家っていうのをな作る必要があるという話な、うん、まあそこら辺のことはそういうことでね。でその上でだけど、今のペロンだったかな、なんだ右翼のペロンだよな。ルペンだよ、ルペンだよ、ペロンじゃなくてルペンだよ、うん、ルペンだ、ああいう状況な。であれは明らかにな、IS が、ね、そのイスラムの宗教を防衛するとか、イスラムの原理に変えるとか、少なくとも将来は味方になるような、なフランスの民衆のというな、これはもう根本的な間違いをな、戦術を犯してるということでね、の右が出てきてると。でなんか今のアイスのあるみたいな、アメリカでもさ、あるいは日本ですらそうだけどね、全部そういうね、国際的になんかアイスの軍隊をリクルートするためによ、の宣伝していくためにな、ああいうことをやったっていうようなことを言ってるけどよ、いずれにしても戦うべき敵はよ、国家権力を持ってる連中な、資本主義のやっぱり主要な勢力、金融資本だと思うけどね、これと戦わなきゃいかんのにな、そこから そこの中で、それはそこに同調してるやつもいるかわからんけど、基本的にはな、民衆であるのよな。これは民衆を敵にしてね、言った場合には、それはペロンか、いやルペンか、ルペンがな、力を得るのは当たり前だっていうのは。ほんで、なんかチャドではさ、なんか知らんけど、4人の女性に爆弾を任せてよ、で、こっちから電波を送ってな、自爆させるだとかよ、ああいうのはな、根本的にな、どっかおかしいというふうに思う、どっかで、ねはい、決定的におかしいとな、イスラム風が間違っていると。イスラムの中にもな、でイスラムの中で、ファンダレメンタリズムっていうのがあるじゃんか、アメリカでね。福音教会とか言ってよ、あれなんかはさ、進化論、ダーウィンが間違ってると、猿から人間になったんじゃないとかよ、こういうのを今でも頑張ってね言ってるとかよ、ね、妊娠についてもさ産ませろとかさ、こういうこと言ってるわね。塩見さん、あと10分なんで、あと1分で終わってください。そういうようなな、根本主義と言われてるけど、何もな、どうかな、イスラムのな、原理に変えたらな、民衆を殺せとかいうようなことはな、基本的には出てこないんだってな、うん、それはやっぱり、ね、塩見さんが行って説得してもらわないと思わないですよ。いや、それは、俺はそれなりに書けばいいと思ってるんだからちょっと紹介しましょういや、いいよ、行ってもらいましょう。はい、じゃあその話、はい、要するにイスラム、最後のイスラム原理主義という言葉か、あ、原理主義か、俺は原理主義でもないと思ってるんだけど、インチキだと思ってるんだけど、ああいうのはな、やっぱりちゃんと批判せんとな、あかんというふうに思いますよ。
はい、今日の最後のテーマ、うん、で政治の負けは政治でもう一回取り返せという、これ鈴木さんが言ったんですか、これ、これは坂本との、本の中で出てくる、出てきましたね。で塩見さん、政治の負けは政治でもう一回取り返す、失敗しちゃったそうね、もうダメでしょ。いやいいじゃないの何もな、自分が一人頑張ってな、世の中が変わるわけではないしな、時代が来れば変わるんだからよ。え、はい、わかった。日本の良さってのは何ですか、鈴木さんにとって。だからその、はい、今、はい、あの移民を排斥だとかいろいろあるけども、うん、日本なんか例えば大化の改新のことを含めても、はい、中国だとか、それからその、朝鮮から、はい、文化も人間もどっと来てたわけですよね、うんうん、それでもう、うん、一時はもう中国のことが全てだみたいなね、自供なんかもそうじゃないですか、うん、だからそういうイメージはなんか無制限ですよね。そうですよね。フランスなんかだったらやっぱこう外国語をそのこれ以上その入れちゃダメだとか法律作ったりするけど、うん、日本はないじゃないですか、うん、その点は僕は素晴らしい国だと思いますよ。でそういうものはきちんとやっぱり EU にも教えてやればいいんじゃないですか。で あとなんかその自爆テロだとかその、はい、イラクに行った時あの思ったんだけど、やっぱり神風とかものすごい評価してるよね。評価してるんだよな、だからどっかやっぱりこう彼らもそういうところ、うん、そのだからそれはちょっと日本でも そのそれは反省してるし間違ってるんだということはきちんと言うべきでしょうね、うんうんうん、で今のなんかこう日本のやったことは全ていいんだみたいな、で特攻もそれを発明した人もそれまたやれやれと言った人もみんながその英雄になっちゃってると、それはおかしいと思いますよね。やっぱそれは悲劇ですよ。そういうものを含めてそのきちんと僕はその歴史を見直すべきだと思うし、でそれでその、向かい合っていくべきだと思うんですけどね。でこれね今ね、はい、戦後、もう70年、ね、経って、うんで、まあ、あの外国が言うには日本は戦後ね、戦争という敗戦というのを経て最大の危機ですね、敗戦が、はい、その次の大危機が今回の 3.11 だったというんですね。外国が全部それ言ってる、日本だけで言わないのそれ、うん、でそのね大危機を経たね、で日本の政治がこんだけダイナミックに変わろうとしていると、うん、これに対してどうしたらいいですかね。今ねいろんなデモとかいろんな、市民団体がいろんなことしてるけど、今の、権力者は全く、聞く耳持たないですね。辺野古から何から全て。それは左翼がなくなったし、その批判勢力がなくなったからですよ。左翼がなくなった、批判勢力がなくなった、だからその、はい、全部ほら見ろ、その、うん、夢や政治に夢や希望を持つなんてのはその間違ってると、それはその、うん、民主党の敗北で分かったろうと。だからやっぱりその力が必要なんだと。でその力があれば我々も一人一人もみんな強くなれるんだと、そういう自民党の宣伝にやっぱりみんなが巻き込まれてるんですよ。でそうだそうだと思っちゃってるんですよ。だからその、人質がその取られて殺されても、はい、それは自己責任だ、それにその交渉しない政府は偉いみたいな、間違ってるよね。それはどんな場でもやっぱり国民を守るのは政府であって国家であるはずなのに、それができないんだったらば国家なんか必要ないわけですよね、うん、それに関わらずそのなんかみんな今の強い口だけ強い方向にみんながその賛同しちゃってる、うん、で韓国中国許せないと、うん、でそれでだからこそ我々をの強い政府を憲法を改正をと、そういう方向にどん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 いって、来年参議院選挙を勝利したら憲法改正まで行くかもしれないですね、うん、だから危ないなと思って、今止めどがなくなりますよ、うん、で憲法改正したらじゃあ次今の若者の新しいがないのは兵隊がないからだ徴兵制をしろ、韓国がみんな徴兵制だと、そういう方向にやっぱり行きますよね。であと核を持てなっていう人もいるしね、だから僕はそういうのは怖いなと思って、それの歯止めが効かなくて、それ日本人なんだから日本を守るのは当たり前だ、当然だと、愛するのは当たり前だ、うん、愛や正義の怖さをやっぱりきちんと知ってる人たちがいるはずなのに、戦争だってそうだよね。愛と正義の怖さですか、でそれをやっぱりきちんとやっぱ言えるような場を作らなきゃいけないなと思います。それは左翼も右翼もないでしょう。今の政権がね、全くさ、憲法なんかいらないしてるわけでしょ、ほとんどそうですね、憲法学者の 90何%反対してるのに平気でさ、憲法を踏みに行っちゃう。いや、これは今安倍だったらそれでもいいかもしれないけど、うん、この次にもっとやばいやつが権力持って憲法なんか関係だって多数決で全部やっちゃえばいいんだからっつって、もう憲法なんかいらなくなっちゃうことをやってる
にもかかわらず、ね、今の内閣の支持率伸びてる、うん、これどういう安倍を辞めろ、安倍を辞めて、もっとひどい、もっとひどいやつ、ね、日本のやっぱりみんなの民意を反映とかって民意ってのはそんなに信用できるのかなと思ってね。小林の吉野がね、うん、ツイッターですごく言ったんですよ、はい、政治家もバカだけど日本の国民もバカだからどうしようもねえよ、うん、それは言えますよ。俺これねツイッターで書いて批判浴びてね、みんなからひどいこと言う平野は、うん、なんだお前はつってね、もうえらい炎上したんですけど、小林義則言うこと本当政治家もバカけど日本の国民もバカですよね。そうですね。だからなんかやっぱどっかこう歴史を勉強してると、はい、昔からその先生時代を含めてだんだんと人民が賢くなって、はい、今の我々があるなって思ってそう、それやっぱりまずいですよね、はい、そのだって我々はそのなぜその70年前戦争したかというと、その日本が一人一人が愚か で情報もなかったし、だから戦争したんだって、はい、そういうふうになんかこう思ってるでしょ。ところが今の方がもっと愚かですよ。愚かですよ。もっと今の方が情報がないですよ。そうでしょ、はい、だ今の方はもっと戦争にひどいことやりますよ。なんで日本のさ報道の自由度って、うん、世界62番目だって62番目ですってアフリカ並みですよ、うん、報道の自由ですよ。報道を日本のマスコミがちゃんとした報道をしてないっていうことがね62位だって。 それがやっぱり今はその、はい、我々は情報を持ってて我々は賢いんだと、で勝手はその、はい、愚かで情報がなかったからあんな戦争したんだろうと、そんなことないですよ。あーはーはーはー、それであとまたその投稿隊の人なんかその、はい、その後にの人たちを守るために死んだんだと。でもねやっぱりあの人たちの方がやっぱり今の我々よりももったいなかったですよ。うん、ねえ、大正デカダンスを経ての戦争だもんね。あんだけ素晴らしいね、文化があって、日本文化ですよね。そうですね。はい、あと3分ぐらいになっちゃって、愛子さん、君が喋る時間ですよ。どう思いました？はい。私8月になると、はい、靖国行って千鳥ヶ淵行って小景館行ってっていうコースを回るんですけど、なんか最後の小景館行った時に愛国心と戦争はなんか別物であってほしいなっていうのを思っていて、はい、でその愛国心を理由に使うことってすごく今多いじゃないですか。そうですね。でそれで嫌だなって思っていたので、今日鈴木さんがおっしゃってた内国心は心だから、その自分があって家族があって町内会があってっていう話がすごい心に残って、そのもうちょっとお話を聞きたいなと思いました。はは、はい、なかなかいいこと言いますね、相変わらず君は、はいはい。今日はレーニンさんが来ております。椎名レーニンというなんか、なんかよくわかんない、レーニンという名前がついてくる時代がばっかじゃないの、はい、こいつは。はい、どうぞ。すいません、今日来たのはこの内容に関係するんじゃなくてですね、はいはい、鈴木さんが、出てくださる、はい、イベントが実はありまして、もう一つ、はい、二つあるんです、はい、司会者がそれぞれ来てるので、はい、まず私の方から喋らせていただきますと、はい、来年の1月16日なんですけれども、はい、1時から土曜日の1時なんですけどもね、はいはい、高円寺のザ・高円寺っていう素晴らしい劇場があるんですけれども、はい、そこで、はい、蓮池徹さん、はい、弟さんの方ではなく東電の方に勤めていた蓮池徹さん、元家族会の戦う事務局長と言われた蓮池徹さんと鈴木邦夫さん、それにもう一人原淵克人さんというですね、ビデオジャーナリスト、世界を回ってる人なんですが、その3人を迎えて、はい、私椎野レーニンが司会して、はいはい、今だから語る拉致問題と北朝鮮の真実と、こういうイベントをやります。これは蓮池さんが来週新しい本を出されるんですね。なんと題名がすごくてですね、いかにも講談社という題名と言ったら失礼なのかな、いや失礼じゃないと思うんですけど、横田めぐみさんを見殺しにした安倍晋三と冷酷な面々、
すごいタイトルでしょ。なんか裏にあんだろうね、そのラジオ問題でもぐちゃぐちゃしたさ、いろんな取引があってそれが全部失敗したんだろうね、はいはい、でその蓮池さんのその本を中心に蓮池さんと鈴木さんにお話を聞くイベント、はいはい、あの GNC 文化部というあの芸能プロダクションが主催で、申し込みの電話番号だけ最後に申し上げますと、080-3415-9959 080-3415-9959 のイキさんという方の電話番号、これがあの担当の方で、この方とかネットで調べていただければ1月16日にこういう催しがありますと、はい、拉致問題と鈴木邦夫に興味ある人は、ぜひ行くようにという、蓮池徹に興味ある人もぜひ来てください。それからもう一つが、はい、あのルポライターの昼間隆です。先週に続いて、今日もやってきました。12月29日なんですが、年末特別企画実践ライター入門講座、若者よ反骨をルポライター竹中ロイ学べ、自由な批評愚かな批評というタイトルですね。この放送している下、ネイキッドロフトで昼12時オープン、スタート13時にてイベントを開催します、ね、内容としてはですね、まあ、鈴木さんがまずあの竹中ロイの本を評伝を川出消防審査から出しております、はい、であの僕もあの鈴木さんに今年あの帯のコメントをいただきました。コミックばかり読まないでというルポルタージュを書きましたが、そのきっかけはやっぱり、竹中ロイを読んで、これはルポル相対にならないとダメだと、そしてもう一方、あの紋切り型社会という本がね、今年6釣りでものすごく売れてる武田佐世さんという、仲いいですね、武田さんとね、新進気鋭の、書き手がいらっしゃいますが、武田さんはやっぱり竹中ロイを目指していると、まあ、この3人でですね、もう竹中ロイについて語り合い、あのこれから書き手としてどうやっていくか、まあ、ぜひ若い人にも来てもらってみんなで話し合おうということで考えております。で、あの竹中ロイの妹さんのゆかりさんが甲府から来てくれるそうなんで、あの皆さん、あのぜひあの12月29日ネイキッドロフトでございます。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい。最後に塩見さんと鈴木さんの一言で終わろうと思ってます。1分で、はい、今日の、俺は全然そのまあどんかな、ナショナリズムとか排外主義とかね、確かに一方であるんだけど、他方でね、いろんなそれに対する反対運動も起こってるわけで、全然あの悲観してないんだよね。なんか知らんけど危機だ危機で右翼がもう潮流して、ね、いるようなそういう世の中になってるっていうのは、俺は全然そう思ってないんだけど、そこら辺の感覚がやっぱり違うなっていう気はしたんだけどな、まあそれが一つの印象だな、はい、ありがとうございます。鈴木さん、今日はどうでした？いや、面白かったですね。初めてのロフトラジオ、鈴木さん、本当はもう俺ね、鈴木さん何回も電話したんだけど、鈴木さんほとんどいないんだもん。そうですね、いや、面白かった。留守もうね、留守電に言ってたら叩くのもめんどくさいなと思ってさ、いつもね、なんだ、すいません、もう本当はね、一番初めか二番目にやんなきゃいけなかったんですけども、ちゃんとファックスでも言ってくれれば。あ、そうですか、すぐ来ますので、はい、はい、よろしく、また来てください。勉強になりました、ありがとうございました。ロフトラジオ結構ね、はい、人が聞いてるんですよ。はい、ありがとうございました。アイコ、来週は誰だっけ？山本直樹のレッズ、レッド。おお、すごいじゃん。レッドなんですよ。これをやんな、これ、塩見さん、塩見さん。はい。え、鈴木さん。鈴木さん。あ、いいですね。あ、面白そうだね。来週の目標、時間あります。ある時間。まあ、やっと。はい。というわけで、鈴木さんもいつもなんで、終わっちゃうんだ。はい。ありがとうございました。よろしくどうぞ、いいお年をお迎えください。まだ、ね。